大きな音を立てて申し訳ございません。永田町の色物とも呼ばれております参議院議員山本太郎と申します。すいません、なぜ広島に山本太郎が来てるかと申しますと、皆さんから直接山本に対してご質問であったりとか苦言提言何でも結構です。政治に関わる関わらない何でも結構です。直接ボールを投げていただく、それに対して山本太郎が、皆様に聞かれたことに対してお答えをするということをやってまいりたいと思います。皆さんの中でここ半年ぐらいの間に国会議員と言葉を交わされた方、お話をされた方どれぐらいいらっしゃいますか。直接国会議員と喋りましたよって方、これだけ大勢の方がいらっしゃるんですが5名ほどしかいません。手が挙がったのがおかしな話ですね。国会議員とは皆さんの代表です。皆さんの声を聞いてそれを国会につなげる、そして形にしていく努力をするという仕事でありながら、国会議員ほとんど見かけたことがない。選挙の時には土下座までするが、選挙が終わればどこに行ったかわからない幻の生物、まるで都市伝説みたいな話になってるんですね。なのでこの場はですね、ぜひ皆さんのです、皆さんのストレートなご意見をぶつけていただきたいと、そのように思います。で、ただしですね、たかだか山本太郎でございます。皆さんからのご質問に全て答えを持ち合わせているはずもございません。その場合はぜひ皆さんの方からご存知の方がいらっしゃったら山本に知恵を授けていただくというようなことで、もしですね、皆さんからのそのような、ことやり取りの中から先々山本太郎のテーマ、政治的に取り組む課題というものが見えてくることもあると思います。ぜひですね、世の中には政治のことについて語るっていうのはなかなかちょっとハードルが高い部分があるかと思います。政治のことを喋る人は面倒くさい人だみたいなイメージがあるとは思うんですけれども、そういうのをちょっと壊していきたいんですね。なのでここは一つカラオケでマイクを握るような気分でですね、高らかにあなたの思うことを、私に伝えていただければというふうに思います。いきなり皆さんの中にですね、何かございますかってでもすぐに手が上がらないので、まずは山本がここ最近何をしているのかということについてお伝えしたいと思います。ありがとうございます。参議院議員山本太郎はですね、小沢一郎さん、ご存知ですか皆さん。小沢一郎さんって方がいらっしゃいます。もう本当に政界の重鎮です。この方としばらく、ずっと活動をしてきたんですが、今一人になりました。一人で旗揚げをいたしました。こちらにもあります、令和新選組と書いてありますけれども、山本太郎が一人で旗揚げをした令和新選組。国会議員700人以上います。その中でたった一人旗揚げをしたとしても物事なかなか前に進まないのは当然。あなた一人で何ができるんですか、そのように聞かれる場合もあります。そのような疑問が浮かんだ方は非常にまともです。おっしゃる通り、一人ではなかなか物事は前に進まない。なので皆さんに令和新選組のグループ、この勢力を大きくしていただきたい。その力を持っているのは皆さんお一人お一人なんですよね。今すでにある既存の政党からしか選んじゃいけないっていうルールじゃないですもんね。あなたのために、あなたと共に一緒に政治を、この社会を作っていくと、その先頭に立たせてください。ぜひお力を貸してくださいということで、山本太郎、今日はここでマイクを握らせていただきます。それでは山本太郎が旗揚げをした令和新選組、どのような決意を持って、永田町で皆さんの、皆さんと一緒に進んでいくのか、その決意を見ていただきます。令和新選組の決意です。進まないね、そっちで進めちゃってありがとう。令和新選組決意。日本を守るとは、日本を守るとはあなたを守ることから始まる。あなたを守るとはあなたが明日の生活を心配せず、人間の尊厳を失わず、胸を張って人生を歩めるよう全力を尽くす政治の上に成り立つ。あなたに降りかかる不条理に対して全力でその最善に立つ。何度でもやり直せる社会を構築するために。進めてください。こっち動かないみたい。20年間に及ぶデフレで困窮する人々、ロストジェネレーション、ロスジェネを含む人々の生活を根底から底上げ、中卒、高卒、非正規、無職、障害、難病を抱えていても将来に不安を抱えることなく暮らせる社会を作る。
私たちがお仕えするのはこの国に生きるすべての人々、それが私たち令和新選組の使命である。このような使命感を持って皆さんと共に歩んでいけたら、そしてこの国の数々の問題を、一つ一つ解決していけるように前に進んでいけたらというふうに思っております。ではその山本太郎が立ち上げた令和新選組、どのような政策を掲げているのかということを見ていただきます。8つ以上あります。ありますけれども、一番分かりやすいところで8つの緊急政策として挙げさせていただいているのがこちら。消費税は廃止。消費税は廃止。消費税なくしてその財源どうするんですかという話につきましては、後ほど皆さんから ご質問いただいたりとか、もしもご質問がなければ後ほど山本の方からもお話をさせていただきたいと思います。消費税って強制的な物価の引き上げなんですよね。強制的に物価が引き上げられる、これって健全な話じゃないですよね。経済活動が活発になっていった上で物価が上がっていくというならば、賃金の上昇も起こっていくはずなんですけれども、物価だけ勝手に引き上げられてしまっても皆さんの賃金引き上がってませんから、実質賃金が下がった状態、物価は強制的に引き上げられるが実質の賃金が下がってるって状態だったら、あなたの生活苦しくなるの当たり前ですよね。やってることむちゃくちゃなんです。続いて、全国一律最低賃金1500円、政府が保証。最低賃金あまりにも安すぎませんか。政府は言うんです、最低賃金1000円にしてみせると。でも冷静に考えていただきたいんです。1000円で働いたとしても、年間働いてもこれワーキングプアなんですよ。おかしくないですか。最低賃金引き上げる、1000円でどうだって言うけど、1000円で計算してもワーキングプアのままなんですよ。こんなのおかしいですよね。だとするならば、どれぐらいの最低賃金が必要なのかって考えたときに、人間の尊厳を守るために、そういう生活を担保するためには、私は1500円は必要だと思ってます。これで計算するとどれぐらいになるか、だいたい月々24万円ぐらい。24万円ってもらいすぎですか。あなたにはその価値もないと自分の中で決めつけてませんか。とんでもない。24万円もらえるような状況にしなきゃならない。だって今や大企業過去最高益ですよ。あのバブルよりも儲かってるのに、どんどん税金安くなってってる。取るべきとこからちゃんといただければ、政府が保証するってことだって可能です。続いて、奨学金特例令。奨学金苦しまれている方非常に多いんじゃないでしょうか。現在奨学金を借りている方、そして返済されている方々、全部含めると555万人、かなりの数に及びますね。先進国でありながら、国がやっているサラ金を利用しなければ大学行けない、高等教育受けられないなんておかしくないですか。大学生の2人に1人が受けている、この制度あまりにもおかしいじゃないか。国がやっている竹藤ですっていうふうに国会の方で紹介したらですね、議事録から削除するように要請されました。嘘言ってないのにね、おかしな話です。奨学金555万人をチャラにするならば、いくら予算が必要か、約9兆円。この9兆円というお金を聞いて、そんなのどうするんだよと思われた方、意外と9兆円そんなに高くないですよ。国レベルで言えばやれる話なんです。考えていただきたい。日本銀行が1年間に ETF 株を買う、そこに費やす費用は6兆円ですよ。1年間に株買いするのに6兆円、あくまでも日銀の政策ですけれども、じゃあ国で考えたときに555万人の生活を楽にする、そう考えたときに9兆円って私高い買い物とは思わない。少子化が問題だというならば、これ真っ先に取り組むべき課題だと私は思っています。続いて、公務員増やします。公務員増やすってどういうことだ、そのようなことを言われる時もあります。なぜならば、国会の勢力の中には公務員叩きが大好きな政党も存在しています。でも考えてみてください。本当にとんでもない給料をもらいながらやってるの、すごい高い給料をもらいながらやっている公務員って一握りですよ。それ以外の公務員どういう状況にあるかっつったら、今どんどん非常勤非正規との置き換えが進んでます。全国で見ても5人に1人は非常勤非正規、同じような仕事してるのに全然同じ待遇が受けられないっておかしくないですか。安定しない、あまりにもおかしいですよね。で、世界先進国で見てみれば、1万人あたりの公務員の数、日本は圧倒的に少ない。
イギリスの3分の1、アメリカの2分の1程度、日本の公務員が特別守られてるって話になりませんよね。1万人当たりの数で見ても日本の公務員は少ない。そして不安定な働き方、非常に広がってます。世代横断的に不安定な働き方が広がっている。そのような不安定な働き方でちゃんと人生送れますかね。半年後の自分、1年後の自分、イメージできますか。いつクビにされるかわからないという状態で非正規という形で働き続けて、その人にとって何がプラスになるのかってことですよね。非正規っていう働き方、不安定な働き方を広げていって喜ぶのは誰だっつったら雇う方ですよ。働く方は将来もイメージできないような形になってしまう。安定雇用はこれも経済政策の一環です。経済に寄与してもらうためには安定した職というのも必要になる。地方に行けば次男三男自衛隊みたいな話もありますよね。確かに公務員というのは安定雇用にも寄与するような仕事であると、そこを拡大していく必要がある。なぜならば20年間デフレにあえぐ国なのだから、雇用をしっかり守っていく、ね、支えていくということをしなきゃならない。続いて一次産業個別所得保障、安全保障問題って結構声高に叫ばれてますよね。北朝鮮がどうしたとか中国がどうしたとか、もちろんそういった驚異的な部分というところには、いろんな対処が必要だと思いますけれども、根本的なこの国のまず最初に守らなければならない安全保障って食の安全保障じゃないですかってことです。食料自給率4割に届かないぐらい、おかしくないですか。つまりほとんど輸入に頼るという形をとっていれば、この国をコントロールするには例えば食べ物でコントロールしやすくなっちゃいますよね。アメリカの食料戦略にのっとって日本の食料かなり自給率が低くなっていってる。これやっぱり 100% 目指すように一次産業に就く人々に対してはやはり手厚くしていくべきだというのが私の考え方です。そしてとんでも法の一括見直し廃止、とんでもない法律たくさん作られました、ここ数年の間に。例えば特定秘密保護法であったりとか、例えば国家戦略特区ね、自分のお友達のために獣医学部作ったりとか、ね、橋越えた向こう側の県の話でしたっけ、もうそれ近くの話ですよね。皆さんにとって非常に近い話かもしれません。まあとにかくですね、とんでもない法案いっぱい通りました。 TPP、 他にも種子法の廃止、他にも水道民営化などに寄与するような PFI、 いろんな皆さんの税金から作られたインフラなどを破格の値段で民営に任せるみたいな、公的な財産を民間にどんどんうまい思いをさせていくようなやり方はやっぱりこれ改めていかなければならない。国の切り売りをされるようなこともどんどん進んでいる。こういった法律をやはり見直し、そして廃止っていう道を、探っていかなければならないと思ってます。そして辺野古新基地建設の中止、沖縄の民意は何度も示されている。これはもう分かりきった話です。それだけじゃない、沖縄県のみにそれだけの、荷重をかけていいのかってことですね。日本全体の問題であるにもかかわらず、その多くを沖縄が抱えてしまっているところに新しい基地は必要か。アメリカの、海兵隊、その中枢にいた人々からも辺野古の新基地建設には疑問符が投げかけられている。他にも原発即時禁止、被爆させない、これ非常に重要です。南海トラフがやってくる、いろんな話聞かれますよね。もうすぐじゃないかって言われてる。他にも首都圏直下であったりとか、そして被害総額はこれぐらいに及びますみたいなことが散々試算されたりとか報道でも流れたりとかしてるのに、じゃあ原発大丈夫なんですかって話なんです。大丈夫だっていう根拠は何ですか。新規制基準ですって言うんです。わかりました。それが本当に安全だというならば、それを確認するためには大きな災害の後でなければこれ確認できませんよね。つまり本当に大災害がやってきた後に原発は安全であったのか安全でなかったのかっていう答え合わせ、これは災害の後じゃないとできないってことです。いわゆるこれ博打ですよ。国民の生命財産を守ることが政治の仕事であると言いながら、それほどの大博打に皆さんを巻き込むなんていうことは私はありえないと思ってます。じゃあエネルギーどうするんですかって話になったらもう常識です。主力は火力なんですよ。火力、
火力の中でも環境負荷が少なく、そして燃料の調達も、ね、中東などに依存するということではなく、非常に広い範囲から調達ができるというような天然ガス、ここに対してより環境負荷が少なくなっていくようなことに対して、研究に対してどんどん投資をしていったりすること、そして原発の廃炉、これも成長産業として国が投資をしていく、そして廃炉作業というものを成長産業の一つにしていくということも考えていかなければならないと思っております。すいません、冒頭から長くなってしまいましたけれども、小沢一郎と共にやってきた山本太郎、独り立ちをいたしました令和新選組というグループです。今まだ私現役国会議員一人しかいません。今は一人ですけれども、今挙げたような8つの緊急政策を実現するためにはもっと勢力が拡大しなければなりません。でもその勢力を拡大するには、その鍵を握っているのは誰でしょうかと、皆さんお一人お一人なんですよ。お一人お一人、皆さんがこの国のオーナー、この国の権力者なんです。皆さんお一人お一人にその鍵は握られているけれども、それをどうしても忘れてしまうんですよね。自分にはそんな力がない、そう思わされてるだけ。一人一人が意思を持ったとしたら、これは非常にコントロールする方としては厄介な話ですよ。当然ですよね。みんなそれぞれ意思を持っていて、それぞれこうしたいんだという思いを取りまとめていくのは大変です。逆に言えば、どういう存在であればコントロールする方は楽になるかというと、みんなが自分に自信がなくて、別にいいわ、そんなことは私は何も関係ないですっていうふうに距離を置かれる方がコントロールしやすいですよね。一人一人の自信を奪うことによって、よりコントロールしやすい国に作り上げられてしまったと私は思っています。あなたには力がある。何よりもあなたがいなきゃ始まらないんだってことです。だから力を貸していただきたい。あなたの生活を今よりも底上げする。そして今全員同じ一緒の船に乗ってるわけですから、この船に乗ってる人たちが少なくとも生まれた状況であったり育った環境によって、その先の道が大きく変わってしまうような状況になるんではなくて、国がしっかりと底上げをしていきながら、スタートラインはせめて同じように立てるようにする。でそれだけじゃなく、本当に自分が困った時には手を差し伸べてくれるような国や社会であってほしい。それを実現するためには政治を変えるしかない。じゃあ政治を変える力を誰が持っているのかっつったら、皆さんなんですよね。だからぜひ力を合わせてやっていきませんかということを、今日は広島にやってきてお伝えしようと思っておりました。でこれからですけれども、皆さんから直接、質問、苦言、提言、何でも結構です。直接山本にぶつけていただきたいと思います。どのような角度からでも結構です。政治に関わること、関わらないこと、山本の先ほどの政策に関わること、関わらないこと、どんなことでも結構です。自由にですね、手を挙げていただいてご発言いただければと思いますが、待ってくださいね。じゃあ最初に手を挙げられた、そのまま手を挙げておいてください。マイクでフォローいたします。いいですか？あ、ちょっと待ってください。手を挙げている方わかります？山本さんの、ツイキャスとかよく見てまして、すごく感心してますと言いますか、特に、まあ、気になって見ております。でただですね、今の日本の選挙のシステムっていうのがかなり不備があって、なんて言いますか、不正選挙とかですね、そういった、まあ、武蔵という株式会社がですね、まあ、全ての選挙管理とか、投票用紙の計測とか全てを担っていて、ちょっとそこら辺がまあ問題もあるっていうのはあるんですけど、基本的には総務省が全て、この選挙区ではこれだけの投票結果が出ましたと、まあ、テレビで言っちゃえばもうそれで決まっちゃうと。でしかも今のテレビの選挙って言います と、もう当選者がもうあらかじめ決まっているかのように、もう8時になったらもう当選者が決まっていると、計測もしてないのに。でそれがちょっと異常な状態だなというのは思ってます。でなのでこの状況を打開するにはどうしたらいいのかっていうのを考えたんですけど、多分今選挙でまあ係数は出してるんですけど、今ほとんどの方がスマホとかを持ってますんで、その方が誰に投票したかっていうのを別でまた計測する。でそれと総務省が発表したデータを比較して、あまりにも違いが出てたらばおかしいじゃないかと、これで声を上げられるんじゃないかとは思ってます。
でこれについて、まあ、不正選挙についてどう思われているのかというのを一つ、あと二つありまして、あ、すいません、申し訳ございません、多くの方に発言をいただきたいので、できれば一つ、一つ手を挙げていただく方が助かるかなと思います。で、いいですか、参議院議員山本太郎と申します。大きな音でごめんなさい。チラシ一部ください。すいません、ありがとうございます。皆さんから質問をいただき、そしてそれに対してお答えをするということをやっております。で、一つインフォメーションなんですけど、すいません、もう1.5 歩ぐらい前の方に来ていただけると。前に来られない方はもう大丈夫ですよ。 ありがとうございます。後ろの方がですね、非常にありがとうございます。通りやすくなると思います。山本太郎、直接ですね、皆さんからのご質問をお答えをしております。で、山本の話を聞いてる暇がないって方も非常に多いと思います。ぜひ冷やかしで結構です。チラシだけでもお持ちください。あなたの税金で食べている公僕がどのようなことを考えて政治に挑んでいるかということを知っていただきたいと思います。あなたの税金で食べているものが一体何を考えているのか、ぜひチェックをしていただきたいと思います。今チラシ配ってくださっているボランティアさん、頭上にチラシを掲げられますか。ありがとうございます。頭上に、チラシを掲げている方から今チラシをお受け取りいただきます。ちなみに展示でも、このチラシ対応しておりますので、お近くに、展示をご利用の方がいらっしゃったら、ぜひお声掛けの方をよろしくお願いいたします。それではご質問にお答えを、いたしたいと思います。まず最初にご質問いただいた方、不正選挙ってものがあると、お疑いになられているということなんですけれども、はっきり言ってしまうと、これは、選挙、例えば国会の中の質疑とかに耐えられるようなファクトないんですよ。はっきり言っちゃうと、ネットの中で言われている。で、それに対してある程度ファクトを固めた上で聞かないことには、これちょっと信頼を失っちゃう部分があるんです。もちろんそういうこういう疑いがあると思うがいかがなのかってことは聞けるけれども、まともな答弁返ってくるわけないですから。だからある程度ファクトを固めてからじゃないと質問できないんです。これが一つで、そのことに対して調査するのがお前の仕事だろっていうことも言われるんですけど、そのような調査一人では行えません。で、大きな誤解があるとは思うんですけれども、武蔵という会社がその不正選挙に関わっているという話なんですけれども、すべての自治体においてそのような選挙の危機においては、選挙関連機器の購入に関しては全部武蔵じゃないんですよ。武蔵であったりグローリーっていう企業があって、それを選択する自由はそれぞれの自治体にあるそうです。これは総務省に確認しています。ということなのであるならば、不正選挙と聞かれたときに、すべて武蔵がっていう話自体がもう入り口からちょっと違うことになってるってことですね。で、ちなみにその不正選挙ってどんな形なんですかってことを聞いたりしても、聞く方々によってまちまちなんですよ、答え方が。例えば投票用紙、安倍晋三って書いてあるものを箱の中に入れたら山本太郎で出てくるみたいなシステムね、こっちが買い取りたいわみたいな話ですね、そんな、まあ、そこについてははっきり言って詳細は分かりません。ただ不正選挙があるからという話になっちゃうと、じゃあもう選挙なんて意味がないじゃんってことで、もう選挙に行くことすらも意味がなくなってしまうという話に なってしまいませんかってことなんですよね。選挙違反という意味で票のすり替えだったりとかっていうことに関してはすでに、選挙期間摘発されて、ね、選挙期間が終わってから摘発をされて事件になっているような案件もございます。もし本当に不正選挙をやろうと思ったら、その自治体の職員、選挙に関わるもの全てがそれに対して加担しなきゃいけなくなりませんか。全国で不正選挙が行われていて、その全ての、公務員などに対してその不正に関わらすって、かなり私これハードル高いと思うんですよ。内部告発だって出てきたっておかしくないですよね。そういうシステムが本当に完全にそのような形にされているんだったらってことですね。なのでちょっと不正選挙について私が詳しく語れることはないですが、不正選挙っていう話で終わっててもしょうがないなと思うんですね。不正選挙ができないぐらいに得票する以外はないんだろうと。不正選挙があったとしてもそれをごまかしきれないぐらいの得票が得られるような状況にしていくしかないよねっていうことだと思うんです。例えばですけれども、じゃあ不正選挙があるんだったらどうして山本太郎を受かったんですかとか、不正選挙があるんだったらどうして玉城デニー知事が知事になるんですかみたいなことを聞くと、いやそれは向こう側の謀略で山本太郎ぐらいは受からしておかなきゃダメだろうとか、玉城デニーさんぐらいは玉城デニー知事が落ちたらまずいことになるから、これはバレるからここは不正選挙されていないとか、なんかこう都合よくいろいろ組み合わせられるように聞こえちゃうんですね。
だからそのファクトっていう部分がある程度積み上がるまではこの問題に対しては私はいじりません。なのでそのファクトという部分をお持ちの方があるんだったらぜひそれを提供していただきたい、そう思います。裁判に訴えて完全な証拠を押さえているという方からも連絡が途絶えている状況です。ということはファクトとして弱いという判断をされたんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、不正選挙があるにしてもないにしてもどちらにしても選挙でしか変えられないというシステムなわけなんだから、もしくは山に引きこもって1000人になるのかっていう生活は私にはできないので、なので前面に出て自分がやろうとは思うんですけれども、ごまかしきれないぐらいの得票を得るというようなことをやっていきたいというふうに思ってます。ありがとうございます。他ご発言ある方いらっしゃいますか。あ、じゃあそちらの方最初に、ちょっと待ってください、マイクを今フォローします。と、子どもの教育についてなんですけど、日本人はあまり自信を持っていなくてコントロールされやすくてっていうのが私のイメージでもあるんですが、それはやはり小さい頃からの日本の教育がすごく大きいと思っていて、日本の子どもたちへの教育についてはどのように考えられておりますか。ありがとうございます。参議院議員山本太郎がマイクを握って皆さんからのご質問にお答えをいたしております。チラシもらっていいですか。小沢一郎さんと共にやってまいりました山本太郎、この度一人で旗揚げをいたしました令和新選組という団体です。今まだ国会議員一人ですけれども、皆さんにどうかお力を貸していただきたい。この勢力を拡大してあなたのためにガチンコで喧嘩ができる、そのような政党を作っていきたいと思っております。お時間ない方ぜひ冷やかしで結構です。チラシだけでもお持ちください。チラシだけでもお持ちください。あなたの税金で食べている国会議員がどのような国家観を持って政治に挑んでいるかをどうかチェックしていただきたいと思います。チラシ周りで、配られているボランティアの方々がいらっしゃいますので、ぜひチラシだけでも冷やかしでも結構です。お手にお取りください。ありがとうございます。ご質問いただきました。子どもたちの教育どう考えてますかということなんですけれども、はっきり言っちゃうと教育行政について私深いわけではございません。入っている委員会は文科委員会、文部科学省に対していろいろと審議をしていくような委員会に今年の春から入ったんですけれども、決して深いとはまだまだ言えなくて、まだ入り口にいるところですということを前置きしてお話しさせていただきたいと思います。で、自分が受けた教育、自分自身が受けた教育の中でしか私は話ができないですけれども、どちらかというと肩にはめられるっていうことをずっとされてきたっていうことですね。私はその中ですっごい苦しかったです。まあ、これだけ自由に生きてれば苦しいの分かりますよね、おそらくねこれはなかなかね。で、例えばですけども、男の子はこう、女の子はこうみたいな話から始まりませんかってことですね。じゃあ男の子だから青色みたいな、女の子だからピンク赤みたいな、ほっとけよって話なんですよ。関係ないだろうって話なんですね。男だからとか女だからとか関係ない話ですね、そんなことは。だからそのなんだろう、そのカテゴライズによってものすごく苦しめられたっていう記憶があります。で、世間を見ていてもそのカテゴライズによって随分みんなが苦しんでいるっていう印象があるね。男らしく女らしくどうでもいいですよ、そんなこと。あなたらしく私らしくっていうことがやっぱり自分自身で認識できるような教育じゃなきゃいけない。ってことは自分で考えるっていう力をつけるような教育でなきゃいけないし、それだけじゃなく、この世の中にはいろんな人間がいるんだということを分かるような小さい時からの教育が必要であろうと。そういうのであるならば、おそらくこれは障害を持った方々とも同じような教育がなされなければならない。分離するのではなく一緒に育っていくってことで、やはりなんだろう、また多様性っていう部分を自分自身の中に認めていくっていうことになると思うんですね。私の支持者の中に重度の障害者の方がいらっしゃいます。ベッド型の、車椅子に乗られていて24時間介護っていう方なんですけれども、その方は障害者の運動っていうことに、障害者の運動ってことをずっとされていて、要は何かと言いますと、障害者が地域で暮らすということをやっぱり勝ち取った人たちなんですよね。で、今でも自分たちで作ったビラなどを駅前とかで配ることがある。配るけれども日常的にあまり接点がないですよね。ベッド型の車椅子に乗った方が街出てきて
ていう普通の風景というか、日常的にあまり多くの方々が目にしない状況、私自身もそうでした。だから最初どう接していいか分かんなかったんですよ。逆に言ったらこう腫れ物に触るような気持ちになっちゃう。あまりにも失礼な話だけど、自分の中にそういう経験がないのでどう接すればいいのか分かんないってことですね。でそのチラシを配っているベッド型の、ベッド型の車椅子に乗られている24時間介護の障害者の方は、チラシを配るときにまるで UFO でも見たかのように自分を見ている、あの周りの人が見ると、まさにこれがその地域と、ね、そのコミュニティとずっと離れたところで暮らしてきたっていうような状況がある人の感想なんですよね。やっぱり自分自身を認め、自分自身が認められたいならば当然他の人たちも認めなければならないよねっていう最低限のルールっていうことをやっぱり小さい時から身につけていくっていう必要があると思うんです。にはやはりそのなんだろうな、インクルーシブ教育だったりとかっていうことも必要になってくるだろうし、一緒に学んでいく、もちろん学力の差とかっていう部分でクラスが分かれることがあったとしても、基本的には一緒の教室で学びながらっていうようなことをやっていく必要があるんだろうなっていうふうに思います。するならば、なんだろうな、自分と違う人がいたとしてもこう排除しようとしなかったりとか、なんかそういう、なんだろう、空気っていうものだったりとか、そういう自分の感覚的なものが身につくのかなというふうに思います。あと学校にいるうちに将来社会に出た時に自分はどのようにして守られるのかという知識を多分つける必要があると思うんですよね。まずは、なんだろうな、一人一人が大切な存在であると、そこには人権ってもんがあんだと、ね、で人権ってなんだって言ったら、やっぱり自己決定権っていうことだと思うんですよね。自分で決められるんだ、自分が好きな音楽を聴いていいし、自分が好きな人と恋愛していいし、自分が好きな宗教を信じていいしっていう、それぞれに認められた自由っていうものがそれぞれに与えられてるんだっていう話ですね。っていうことを一人一人が認識できるようにやっぱり教育するべきだと思うんです。ならば自分の権利っていうものが侵害されたとき、人の権利が侵害されたときっていうときには、そのままなんかややこしいことに巻き込まれたくないなということではなく、その人のために一緒に、自分のために誰かがっていうような状況が生まれてくるのかなっていうふうに思います。プラス社会に出るときには、今だったら社会に出たらどういうことがあるかってことをあまり知らされず、ネットとかではそういうふうに触れることはあったとしても、あまり経験則的にはないままいきなり社会に出るわけですよね。これって泳ぎ方を教えないまま海の真ん中で突き落とされるのと一緒なんですよね。どう泳げばいいかってことは自分の体で覚えろという話なんですけど、そういう状況で社会に出ちゃったらどういう目に遭うかって言ったら、例えばもうとてつもない長時間労働をさせられたりとか、ね、それぞれの責任感の強さっていうところを逆手に取られて、いいように使われて自分自身が壊れてしまったりとかするわけですよね。なので当たり前のルールとして1日8時間労働ってものがあって、こっから超える仕事については本来はその残業、ね、その対価を受け取るっていうことが普通なんだっていうことだったりとか、あまりにもおかしな労働環境の時にはこうやって自分の身を守ればいいとか、例えば自分の、勤務状況とかっていうものを常にメモしておきながら、裁判になった時に戦えるようにしとかなきゃいけないよっていうことまでも私高校出る前に教えるべきだなっていうふうに思うんですね。特に今みたいな世の中だったらってことですね。それぞれに、それぞれが持つ権利であったりとか、世の中から、身を守る方法っていうものも含めた上で学校教育ではしていくべきなんじゃないかなって私自身は思います。すいません、十分な答えとは思いませんけれども、ありがとうございます。参議院議員山本太郎、小沢一郎さんという方と共にやってまいりました。大きな音でごめんなさい。今一人立ちをいたしまして、令和新選組という団体を一人で立ち上げました。消費税廃止にしたいんですよ。奨学金苦しんでる人たちチャラにしたいんですよ。そんなことできるはずないと思われる方いらっしゃるかもしれませんけれども、どうしてできないと思うんですかってことなんです。消費税なくした国ありますよ。マレーシア、マレーシアにできることどうして日本でできないんですか。奨学金555万人をチャラにするっていうこと、国が決定すればできますよ。どうしてできないって最初から思っちゃうんですか。それを前に進める、その後押しができるのは皆さんお一人お一人です。どんだけ貧しくても、そして億万長者であってもワーキングプアであっても、持ってる票は1票、いかに横に広がる、いかに横につながるかってことで世の中はコントロールできるんです。そのための選挙であり、そのための政治なんですよね。
政治から手を離した瞬間に、あなたが政治から手を離した瞬間に喜ぶ人々がいます。なぜか、投票率が下がれば下がるほど力を持つ人たちがいます。どんな人ですか？組織票を持ってる人。例えばですけど、国政選挙で投票率6割にも到達しないような状況、4割の人たちが票を捨ててる。じゃあ一方で、現在政権を握っている人たちはどれぐらいの票で政権を握ることになったか。約3割程度。約3割程度の票で世の中をコントロールし、皆さんを搾取することまでできるんであれば、票を捨ててしまっている4割の人とも手をつないでいけば、これ別の方向に社会って作れていける、別の方向に社会を作っていける。私はそう思ってます。政治はパワーゲーム。そのパワーゲームにさえ参加をするのを諦めてしまっている人たちにも、それを広げていきたい。あなたの生活を支えること、それを政治で実現することができる。私はそう思ってます。コントロールする側に立ちませんか。一緒にあなたのコントロールを受けて、国会の中で動き回るアイコンを手に入れませんか。あなたのアイコンとしてその先頭に立ちたい。そう思っているのが山本太郎。山本太郎が立ち上げた団体が令和新選組。山本太郎の話を聞いている暇がないとおっしゃる方、ぜひ冷やかしで結構です。チラシだけでもどうかお持ちください。あなたの税金で食べている国会議員が一体何を考えているのか、ぜひチェックをしていただきたいと思います。今ボランティアの方でチラシを配ってくださっている方、頭上にですねチラシを上げていただければありがとうございます。今頭の上にピンクのチラシを掲げている方から、チラシを受け取れます。冷やかしで結構です。どうぞ受け取りください。それでは山本太郎に直接を質問してくださる方、じゃあ最初に手を挙げたその後ろの眼鏡の方ですね。ちょっと待ってください。今マイクをフォローいたします。手を挙げておいてください。マイクフォローしますので。あ、すみません、いわゆるロスジェレ 世代を含む底上げと言いますが、まあ、今ロスジェレ世代とかって言うて、なんか知らんけど与党が就職支援とかなんかやりそうな気がするんですけど、もし山本さんと言いますか令和新選組だったら、こういうふうな政策をやりますというふうなのがあればお願いします。ありがとうございます。参議院議員山本太郎、小沢一郎とともにやってまいりましたが、現在一人で旗揚げをしました令和新選組。令和新選組、消費税をゼロにするとか奨学金をチャラにするとか言ってます。そんなこと一人でできるはずないだろう。そのようなお答えをいただいた方、おっしゃる通りです。なのでその数を実現可能なぐらいに、数を広げていただきたい。一人を3人に、3人を10人に、10人を30人に、その数を広げられるのはあなたです。この国のオーナー、この国の主権者であるあなたが令和新選組を大きくしていく主体なんです。力を貸していただけませんか、ということでお話をしています。時間がない方、冷やかしで結構です。チラシだけでもどうかお持ち帰りください。ありがとうございます。それでは、次の方がご質問いただきました。ありがとうございます。ロストジェネレーション、ロスジェネについてのお話です。私ロストジェネレーション、今44歳なんですよね。1974年生まれ。ロストジェネレーションって何かっつったら、大学卒業の時と超デフレと重なったってことですね。前期と後期の就職氷河期世代、ロスジェネが言いますと。今こちらちょっと画面、そちらにも出てますよ。画面すべてで3つ出してますので、お近いところで見てください。例えばですけれども、大体ロスジェネってどれぐらいの世代のことを言うんですか。35歳から45歳周辺の人たちぐらいなんじゃないですかってことです。1998年に本格的な就職氷河期、97年98年に本格的就職氷河期が始まりましたよね。引き金になったのは何かっつったら、消費税が 5% に上がった。それだけじゃない、世界で金融危機などもあった。こういうことが合わさってかなり厳しい状況に置かれたというのが、この、失われた世代、ロストジェネレーションと言われるような世代です。前期の方が現在40歳から44歳ぐらいじゃないか、後期って言われる方々が35歳から39歳ぐらいまでの方じゃないかっていう話なんですけれども、ごめんこっち動けへんわ全く、そっちで動かしてもらっていい？はい。
まあ、もちろん正規で宿に就かれている方々もいらっしゃいますけれども、その中には非正規の方だったりとか働けていない方もいらっしゃる。進めてください。はい、こちらご覧いただくと大卒の有効求人倍率、その推移が分かります。端っこは、1988年、向こう側は2018年、見ていただくと有効求人倍率がガクッと下がっている世代がありますね。ここの年代、1996年とか2000年卒、もう有効求人倍率ね、もう本当に 0.99 とかそういう状況まで陥っちゃったとね。とにかく勉強をしていい大学に入れと、いい大学に入った後にはいい会社に就職すればこれ人生安泰なんだっていうようなことをずっと刷り込まれてきたけれども、実際に自分が卒業するときにはほとんど会社に就職なんてできなくて、いくらそれ面接受けに行ったりとか試験受けに行ったりしてもダメだった。じゃあ最初に就く仕事は何ですかって言ったらバイトだったりとか非正規だったり、一番最初に就いた仕事が非正規だった人、バイトだった人が次に正社員になれるっていうのはいつですかってことなんです。景気が持ち直せば自分よりも若い世代がどんどん正社員になっていく。でも自分の仕事の、履歴ってものを見ていけば非正規であったりとかバイトであったり、なかなかそこから正社員になっていくってことが非常に難しかった世代であるという話なんですね。今もそういったロスジェネ世代の方々の中には、当時初めて就職した時と変わらないような今も所得で生活をされている方々がいらっしゃる。その中でも多いのが女性ってことですね。どうしてか、男女の賃金格差だったりとか、今ご覧いただいているのは全世代、女性の非正規労働者、その中にロスジェネどれぐらいいるんですかってことを見ると、これ見ていただいて分かる通り、ちょうどロスジェネ世代これぐらいですね、 21% で、このロスジェネ世代から上に行くごとにやっぱり、非正規っていう数は増えるよねってことですね。非常に不安定な働き方をされている。もう一個前に戻ってもらっていいですか。ありがとうございます。これ全、非正規の雇用者で見た場合ですね、やっぱりもう引き金になってるのがここからなんですよね。この世代ちょうどやっぱりデフレ、本格的デフレっていうところからそういう非正規っていう働き方がどんどん増えていくっていうような状況になっちゃったってことです。非常に本来であればロスジェネ世代っていうのは、第三次ベビーブームを起こさなきゃいけない世代だったんですよ。国の国家戦略として、国家戦略として。どうしてか、人口どんどん減ってって少子化になりますってこと分かってんだから、50年前から分かってたんだから、大阪万博の時から少子化になるってことは分かっていたのに、このロスジェネ世代に対しても何も施策をしてこなかった。要は弱地絞ったんです。財政をカットしまくったんです。そしてその世代に対してちゃんと予算つけていかなかった。本当であるならば、望むならば誰もが家族を持てるぐらいの施策を打っていかなきゃ、人口これ減っていくの当然なんですよ。だとするならば、ボリュームゾーンと言われているようなこのロストジェネレーションの世代に対して投資をするっていうのは、持続可能な国を作る上の戦略上絶対に取らなきゃいけないことだったのに、それができなかったってことですね。じゃあ何をするんですかってことです。令和新選組として何をするかってことなんですけれども、もう一回発作に戻ってもらっていいですか。これは全世代横断的に私は効果がある施策だと思って言っていることなんですけれども、特に緊急政策として私が掲げている8つの中にもいくつも当てはまるものがあります。ロスジェネにも関わること。消費税廃止することによってどうなりますかって、物価が下がるんですよね。強制的な物価の引き上げをしてきた消費税をなくせば当然物価下がります。物価が強制的に引き上げられた消費税増税によって個人の消費が落ち込んだんですよ。消費が落ち込むってことは所得も落ち込むんですよ。どうしてか、誰かの所得、誰かの消費は誰かの所得だからってことです。あなたが何か物を買えばその買ったお金で誰かの所得に回るってことです。消費が失われるということは当然所得も失われる。どうして所得が失われたかというと、どうして消費が失われたかというと、当然強制的に物価を引き上げたためにみんなが物を買うっていう行動をですね、控え始めたってことですよね。じゃあ消費税これが廃止になったとしたら、これまた消費、これどんどん加熱していくんじゃないですかってことです。物価が下がることによって買えないとか買うのやめようと思ってたものに対してリーチするわけですよね。
これ非常にプラスだと思います。消費税を廃止することによって何が生まれるかってことですけれども、中小零細企業にとってはこれすごくプラスになります。中小零細企業にとってなぜか税金の滞納、すべての税金の滞納の中で6割を占めるのが消費税。中小零細首しまってんですよ。もう1年もう2年消費税を払ってないっていう状況にあるんだって、駅前の流行ってるラーメン屋さんの主人から話を聞きました。どう考えても流行ってんですよ、そこのラーメン屋。でも2年間消費税払えてないって、どうしてですかって。いやだってこれだけ物の値段安くなってて、一杯のラーメンから取れる限度があるって。にもかかわらず従業員を増やさなきゃいけないしね、いろんな状況を考えたときにこれ消費税払う余裕までないんだと、このような状態に置かれた中小零細の方々たくさんいらっしゃると思います。ここに対してそこを引き下げていくっていうことをすれば、当然最低賃金1500円リーチしやすくなるし、ここがリーチできない場合には政府が保障するという形を取ればこれ実現可能だと思います。これロスジェネだけじゃなく全ての世代横断的にこの国の消費がまたどんどん盛り上がっていく、つまりは景気が回復していくっていう道筋をつける必要があるってことです。ロスジェネに限らず全世代に対してです。ロスジェネで言うんだったら次の奨学金、奨学金これチャラにするってことになったらこれ助かりませんかってことですよ。学校卒業時には300万円400万円500万円ぐらいの借金を背負って社会に出て返済が始まるっていうのが奨学金ですよね。大学院卒っていう人でも1000万円超える人たちがいる。でも待ってくださいよ、大人が借金するときには今いくらぐらい稼ぎがあるのかとかいろんなこと調べた上で、じゃあ返済可能額を貸してもらえるわけですよね。でも奨学金を借りる若者たちに対しては一切そういうことないですよ。だって将来どんな仕事に就くか分かんないし、どれぐらい給料がもらえるかも分からないのにそういうような貸し付け方をする。それだけじゃない、そこに対して利息まで取る。どうして利息取らなきゃいけないのかって言ったら、金融機関にうまみを差し上げるためですよ。年間350億円ぐらいのうまみを金融機関に差し上げるために奨学金開始する人たちに対してどんどんその利息が生まれていくって形が今もやめられてないんです。こんなヤクザな話あります？本当に若い人たちのことを考えてるか、人々のことを考えてるかって言ったら考えてない。うまみを差し上げるために奨学金というシステムはずっと続けられていくんだ。すでに金融商品として使われてるってことですね。この奨学金今抱えてる人たちの対してチャラにしてあげるっていうことになれば、当然安い給料の中で例えば一人暮らしされてる方だったら家賃払わなきゃなんないし、生活費があるわけですよね。水道光熱費、他にも食費、そういうもの全部払った後で奨学金を返済する可能ですか？これ可能であってもお金残りますか？せめて奨学金という部分に対してこれチャラになったとしたら、返済分を自分に必要な投資として自分が本当に買いたかったものを買ってもらうとかっていうことで経済に寄与してもらった方がいいんじゃないか、私はそう思ってます。デフレからの脱却、デフレからの脱却を言うのであれば、よりみんなが消費しやすくなるような施策を国が金を出してでもやらせなきゃいけないんですよ。そういうことなんです。でロスジェネっていう世代だけに限らずですけれども、私は住宅政策っていうものが非常に重要であろうというふうに思ってます。どういうことか、広島県内はどうなんですか？広島市内の物件って結構高めなんですか？アパート借りたりマンション借りたりとかっていうのはね、例えばですけど給料のうち何割が住居費に消えますかね？自分の家賃給料の何割ぐらいですか？3割から4割、ありがとうございます、自分の給料をもらいました、そのうち住居費用に使われるのが3割から4割、これ都会部分に行ったりとかしたら5割とかなんですよ。それだけ住居費にお金かかったとしたら自分のためにお金なんて使えませんよね。これ大きな間違いなんですよ、先進国として。どうしてかっていうと、そういうベーシックなサービスに関しては極力一人一人の負担を軽くしていくってことが重要だって。だとしたらそれ以外に自由になるお金が生まれれば当然みんな経済活動を寄与するじゃないですか。だってこれだけ不況、これだけデフレが続いている、20年続いている国なんて日本以外ないんですよ。どの国も成長してるけどほぼ成長していないの日本だけ、20年間病気です。
一刻もない。安倍総理にも聞きました。日本以外でデフレが20年続いている国ありますかって聞いたら、ございませんって答えてるんですよ。笑えるでしょ。何回言っても自分で笑っちゃうんですけどね。笑ってる場合じゃないけれども、そんな当たり前のことを、まあそうですよね、そうとしか答えられないですよねってことなんです。だから今何が必要かって言ったら、20年以上もみんな奪われ続けたんだよってことです。20年地以上国の間違った経済政策でみんなの生活が地盤沈下するような状況が続いてきたんだよって。その一番奪われた世代の代表的なのがロストジェネレーションと言われるような人たちだ。これから社会に出るっていう時にまず最初につまずかされた世代、最初につまずいちゃったらどうなる？新卒で就職するっていうのが一番スタンダード、一番いいとされているような世の中の中で、初職がバイトや非正規になっちゃったっていう状況だったら、その後やっぱりその後厳しい状況になったって当たり前じゃないですかってことですね。で、自分がつまずいた後追い越していくように正社員になっていくのは後の世代だった。景気が持ち直して自分の出番がなかなかないっていうような話ですよね。そういうような状況になった時に一体どうなったかって言ったら、今このロストジェネレーションって言われる世代だけ他の世代よりも給料低いんですよ。ひどい話ですよね。話戻ります。ロスジェネ世代に対して何ができるか、消費税なくすのもロスジェネ世代にとってもプラスです。そして最低賃金1500円、政府保障ってことも実現でればできればロスジェネ世代にとってもプラスです。当然ですよね。奨学金、苦しむ人々に対してチャラにするということができるんだったら、これロスジェネ世代にとってもプラスです。そして住居、入ってきた収入のうちの3割4割が消えてしまうっていう状態じゃ、ここを変えればいいんじゃないですか。東京だったら4割5割当たり前ですよ。じゃあ一方で国会議員、収入のうちの何割で宿舎で暮らしているか。私も今東京の国会議員宿舎で暮らさせてもらってます。これなかったら困る、本当に困る、本当に助かってます。給料をもらったうちの1割で国会議員は宿舎をあてがってもらってる。非常にありがたい。でもだったらみんなも望めば給料の1割程度で住めるような家あったとしたら、これ良くないですかってことなんですよ。どうして国会議員や公務員だけの特権にしてんのって私思うんですよ。そういうベーシックサービスをちゃんと担保すればみんなはお金を使うようになるわけですから、当然ね、誰かの所得である消費、この消費はよりこれ活気づくだろうっていう話なんですね。日本経済を救うためにも景気回復するためにもそういうような取り組みをしていく必要があるであろうと。医療、介護、保育、教育、他にも住居っていう部分のベーシックなサービスに対してより負担が少なくなるようなことを国はやっていかなきゃなんない。その財源はどうするのかってことに対しては税金っていうスタンダードの考え方もあります。そしてもう一つは新規国債の発行っていうやり方もあります。この2つに対しては議論がありそうなので、このまま私が続けると皆さんからの質問を受け付けられなくなっちゃう状態になったら困りますので、次の質問で出れば答えますし、その先に質問がなければ、後半の方で私自身が財源問題に対してお話をしていきたいと思います。ロスジェネ世代に対してできることいっぱいあると思います。やらなきゃいけないこといっぱいあると思います。さっき言ったような奨学金チャラにする、チャラにするまでできないにしても、今その利息をこれ借り返すればいいんですよ。国がどういうことかって言ったら、もっと利息高い時に借りてる人もいるわけですよ。固定にしちゃってる人も。でも今利息ってどれぐらいですかって言ったらマイナスですよね。え、金利見てみたらマイナスじゃないですか。そう考えた時にそれに借り返しちゃえば利息では負担がかからないようになったりとか負担が少なくなったりするわけですね。でもそれさえもやらないってことですよ。それさえもやらないんですよ。よっぽどでしょそれって。話戻ります。ロスジェネ世代に対してやれることはいっぱいある。で、一番重要なこと言うの忘れてた、ごめん。公務員、安定した職に就く、ついてもらうっていうのは私重要だと思ってます。まあ、ちょあまりにも幅広いんで、でロスジェネだけじゃなく全世代に横断的にこれは活用できることだと思うんですけども、圧倒的に日本の公務員は数が少ない。それだけじゃなくて非常勤や非正規ってものに置き換わっていっている。この安定した職業というものをやっぱり
今不安定で、今不安定な暮らしをされている方々だったりとか、ニーズはあるけれども給料安すぎて人が集まらないというような職種に、これは、公務員化ってものをしていった方がいいんじゃないか。例えば保育、例えば介護、ね、全産業平均100万円以上給料が少ないのに保育士が足りない、当たり前だろうって話なんです。全産業平均100万円以上給料が少ないのに介護が人手が足らない、当たり前だろうって話なんです。待機老人、ね、待機児童なくすために何が必要か、処遇の改善以外ないんですよ。資格は持っているけれどもその仕事に就いちゃったら生活が立ち行かなくなる、だからつけないって方々いっぱいいるんだから、だとするならば処遇の改善以外ないだろうって、当たり前の話だけれども国はやりたがらない。なぜかコストだと思ってんです。高齢者もそれ以外も皆さんを見るときにはコストとしてしか見てないって話ですね。冗談じゃないって話です。だって一人一人人生があるわけですもんね。人間らしく暮らすために当然必要なことを国がある程度バックアップしていくってことは当然のことなんですよ。だって払ってんのは年貢じゃありませんよ、税金なんですよ。支え合いの社会を作り、持続可能な社会を作るっていう前提のもとで支え合いで税金を払っていただいて、そして皆さんの代わりに政治家を選んで中でそれをやってもらうはずなんですけれども、残念ながらそのような状況にはなっていない。まあ、ざっくりでしたけれどもそういうお話です。公務員を増やさなきゃならない、安定雇用でロスジェネも救う、そして奨学金これもチャラにしてロスジェネも救う、もですね、ロスジェネもだけではないです、横断的にですという話でした。ありがとうございます。大丈夫ですかね。参議院議員山本太郎、皆さんからのご質問にお答えをさせていただいております。山本太郎の話を聞く暇はないって方たくさんいらっしゃると思います。なので冷やかしで結構です。チラシだけでもどうかお持ち帰りいただけないでしょうか。このチラシ、あなたの税金で食べている国会議員が作った、山本太郎が作ったものです。冷やかしで結構です。ぜひお手に取っていただきたいと思います。小沢一郎と共にやってきた山本太郎、独り立ちをしました。令和新選組という団体を、立ち上げました。やりたいことはいっぱいあります。一人じゃ何もできないだろ、一人じゃ無理だよね、よく言われますが、だからこそ一人じゃなく、それを3人に、それを5人に、それを20人に皆さんにしていただけませんかと、お力を貸してくださいということを言いに来ています。そして今からやることは皆さんからのご質問に直接お答えをするということをやりたいと思います。じゃあそこに手を挙げてくれている男性の、はい、若い方そのまま手を挙げてください。ありがとうございます。まず演説お疲れ様です。僕ちょっとこれからちょっと否定的なちょっと意見になりますので、ちょっと気を悪くされてしまったらそれはちょっと申し訳ございませんということを先に謝らせていただきます。ごめんなさい。山本さんの政策をちょっと今チラシとかお話を聞いて聞かせていただいたのですけども、確かに国債とかの発行で、まあ、賄えるかって言ったら可能かもしれませんけど、現在僕たちも国債はすごい高い値段で持っている、一人当たりの借金も大きく、なおかつとてつもなく巨大な政府だと思っています。山本さんがおっしゃっている政策は全部その政府からの支出が多くて、これからの少子高、今日本は少子高齢化社会で、まあ、結婚するその未婚率も増加しておりますし、なおかつその子供を産む、そういう、ちょっとすみません、ちょっと率の名前忘れてしまったんですけども、そういう子供を産む人も僕も少なくなってきています。でこの中で税以外で税収だけその収入増やす方法がなく、なおかつ政府からの支出が多かったら、これこそさらに赤字になってしまって、将来の世代の、言ったら僕の世代もそうですけども、負担が大きくなると思うんですよ。それに対して、これを政策だったら、ちょっと巨大すぎて、ちょっと言葉としてはちょっと似合わないかもしれませんけども、財政破綻とかそういうことの可能性だって十分考えられる可能性もあると思うんです。ですので、言うならばその財源のことについてなんですけど、どうやって増やしていくのか、もし国債をやるんだったら、国債は 今でも僕たち1人で、記憶が正しかったら約3000万、1人当たり約3000万円の借金を背負っています。この3000万、約3000万あたりだと思うんですけども、そのあたりの借金をどういうふうに返していくのか、具体的な例って、具体的とちょっと逆かもしれませんけど、ちょっと答えられる範囲でいいので、答えてもらえると幸いです。よろしくお願いします。
ありがとうございます、参議院議員山本太郎がマイクを握って皆さんからのご質問にお答えをいたしております。山本太郎の話を聞く暇がない、そんな方もいらっしゃると思います。ぜひ冷やかしで結構です。そういう方はチラシだけでもお持ちください。小沢一郎と共にやってきた山本太郎、今一人で旗揚げをしました、令和新選組と申します。ぜひ冷やかしで結構です。お時間ない方チラシだけでも、今ボランティアの方、チラシ配ってる方、頭上にチラシをあげてくださいますか。そこでぜひ受け取っていただきたいと思います。冷やかしで結構です。ありがとうございます。で、山本太郎、この場で皆さんからのご質問にお答えをいたしております。続いての方、ご質問いただきました。もう一回発作出してもらっていいですか。ありがとうございます。山本太郎、令和新選組が実現したいこと、数々挙げております。消費税は廃止、ここにかかる費用はいくらぐらいかっつったら、だいたい25兆から20兆円規模です。つまり今消費税で賄ってて、税収が25兆から20兆円の間であろうと。じゃあ消費税をやめますねって話になった時に、その代わりの財源が必要になる、これをどうやって賄うんですかとか、他にも山本太郎、奨学金を今借りてる人、そして奨学金を、今借りてて、今借りてる人、そして返済している人たち含めて555万人います。この人たちをチャラにしたいんだってことを山本太郎言ってるんですけれども、そこにかかる費用は約9兆円、そのお金どうするんだ。当然そのような疑問が生まれてくると思います。で、これから財源の話をしていきたいんですけれども、財源は2つあります。一つは税です。もう一つは新規国債の発行です。順番に話してっていいですか。例えばですけれども、税金で賄う場合にはどういうふうにしていくんですかという話をしたいと思います。出ますかね。ありがとうございます。どうしても増税が必要、税金を上げる必要があるというならば、私は順番があると思ってます。増税がどうしても必要だって言うんだったら、まずは大金持ちからいただくのが筋だよねと思ってんです。皆さんどう思われます。ありがとうございます。当然です。なぜならば税金の基本です。たくさん儲けた分はパーセンテージ高くいただかなきゃなんないし、儲けてない人からはパーセンテージ低くからしかもらえないってことですね。当然です。絞り取ったって知れてますからってことなんですけれども、税金の取り方、たくさん持ってる人にはそれなりにもらわなきゃなんない、なぜならば持ってない人から無理やり分取るわけにはいかないからねっていうような、この取り方こそが税金の基本の基だから、増税が必要だというならば当然超持ってる人から優先的に税金をいただくしかないっていう考え方、これ普通なんです。で、日本はどうなってるかって話なんですけれども、所得税に関しては累進制、儲かってれば儲かってるほど当然パーセンテージは高くなるし、対して儲かってない人はパーセンテージが低くなるっていう取り方、累進制です。で、一方で法人税はどうなってますか。大企業など企業たちが払うような、法人税はどうなってるかって言ったら、税率が決められてます。で、これで苦しんでるのは誰ですかって言ったら、中小零細なんです。なぜならば大企業にはその決まった税率、大企業のみこの決まった税率からさらに税金が割引されるっていうメニューが80以上あるんです。80以上、ずるくないですか。どうして大企業だけって。皆さんには80を超える税割引のサービスあります？普通ないでしょ。明らかに取り方がおかしいなって思うんです。だからこそ税金の取り方を変えるだけで税収は変わります。例えばですけれども、よし、法人税に累進制を導入する。先ほど言いました、今の法人税は単一の税率ですと、フラットですってことですね。これに対して、たくさん割引のメニューがあるっていう、こういうことをやめていけばいいってことなんです。したらいくらぐらいになるんですかってことです。所得税でも導入されている累進制を法人税にも導入した場合、そして大企業のみに割引されている80以上ものメニューをやめた場合、この2つでやったらどれぐらいの税収が生まれますかということを2016年の法人税の中身で計算していったらどうなるかということですね。2016年で考えてみたらどうなるか。2016年、
そのまま見ると10兆4676億円だったものが、先ほど言った大企業への優遇をやめたりとか累進制を導入するということを入れた場合に、これ税収が大きく変わりますよ、19兆円も増えましたっていうような試算があります。じゃあこれやりゃいいやんって話なんですよ。どうしてできないのって、やりたくないんですよ。だって大企業がより安くなるようにやっていかなきゃ、だって組織票もらってんだから当然ですよね。自分の最大のお客様に対して最大の配慮を行った形がこれになってるわけですから、それをやめるわけにはいかないって話なんですね。でもそれやってもらわなきゃ困るってことなんです。はい、この大企業、大企業に対する優遇を廃止して所得税と同じように累進課税という形にしていきゃ、法人税収は2016年で見ても 2.8 倍ぐらいに増えるよっていう試算をされた方がいらっしゃる。そしてもう一つ、先ほど言いました所得税、所得税の取り方も変えます。どういうことか、最高税率を引き上げます。今あまりにも下がりすぎているってことです。例えば1974年で見たら最高税率は75%、 19段階 75% から19段階の刻みがあった、そういう話なんです。それが今やどうなってるかって言ったら、最高税率は 45%、 7段階の刻みに変わった、19の刻みから7の刻みに変わった。誰にとってプラスになったかって言ったら、より持ってる人たちにとってプラスになったってことですね。こういうのをやめるってことです。もっと刻みを上げる、それだけじゃない、例えば、株とかいろんなものから得られるような金融資産から得られる所得、これ所得税として取られてませんね、分離課税です。どうして分離するんですか、所得は所得ですよ、金融資産からの所得だって所得は所得ですから。じゃあ総合課税、すべて所得として考えた上で取るっていうことをやったりとか、いろいろやり方はあります。そういうことをやっていくとどれぐらいになりますかって話なんですけれども、まあ、大体10兆円ぐらい税収ができるであろうとって考えるならば、先ほどの法人税の累進制度導入するっていうことで、大企業に対するスペシャルメニューをやめるってこと、それで、この所得税、これの最高税率を上げる、刻みを増やす、その他、金融資産からっていう部分に関して分離せずに一緒にやるってことを考えただけで29兆円生まれますっていう試算なんです。だとするならば消費税だってやめられるし、先ほどの奨学金っていう部分に関しての9兆円だって1年目で無理だったとしても翌年にもできんじゃないですかね。えそう思うんです。まあ税で賄うって考えた場合にこういうやり方があるっていうことで、もう一つ財源は税と、もう一つは新規国債の発行だっていう話をしました。新規国債の発行って何ですかって言ったら、政府の借金です。政府の借金、このままだったら日本、このまま借金をし続けてたら日本は破綻してしまう。このまま日本の借金が膨れたら日本は破綻してしまうって思われてる方どれぐらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。今手を挙げられた方、テレビ新聞を見てればその通りです、テレビ新聞がそう言うんだからそうだろうと多くの方が思われてるかもしれない。でもこれ騙されてますよ。政府の借金がどうしてあなたの借金なんですかって話なんです。国の借金がどうしてあなたの借金になるんですかって話なんです。騙されちゃいけないよってことなんです。大体政治、大体官僚がやってることっていうことに関しては斜めに見てますよね。みんな基本鵜呑みにはしなくて、丸っぽ信じるってことはしなくて斜めには見てますよね、おそらく。じゃあどうしてこの国の借金っていう部分に対してはそのまま鵜呑みにするんですか。言われた通りだなっていうふうな気持ちになるんですか。疑った方がいいですよ、もっとってことですね。じゃあもう一回話します。今この国には1000兆円を超える借金がある、そう言われてます。一人頭約900万円の借金を抱えてるんだっていうことをテレビ新聞が言っています。その情報の大元は誰ですかって言ったら財務省です。1000兆円の借金を抱え、そして一人頭900万円の借金があるって言っているその発生元はどこかって言ったら財務省です。でも騙されないでくださいってことなんです。まず伝え方に誤りがあるということをお話したいと思います。貸借対照表を出してください。ありがとうございます。はい、これ見ていただいているのは財務省平成28年度国の財務書類からの国の貸借対照表、右側が負債、
左側が資産です。資産の方は今開けてありますけれども、後で出したいと思います。はい。で、右側を見れば確かに国の負債は1000兆円超えてます。1000兆円超えてます。でもこの右側だけを見て、国の借金が1000兆円を超えている、このままじゃ破綻するっていう伝え方は正しい伝え方ですかってことなんです。本当に正しい伝え方をするならば、当然資産にも触れなきゃいけないんですよ。はい。負債と資産それぞれさっぴいた上で、純の負債という形で皆さんに話をしなきゃならないのに、右と左、負債と資産の部分で、資産の部分を隠してこの右側だけで語っているのが財務省であり、それに逆らえないテレビであり、それに逆らえない新聞たちなんですよ。どうして右側だけで物を言うんですかって、おかしいでしょ。あなたの財政状況、一人一人の財政状況であったり、会社の財政状況ってものを見たときに、この右側だけで物を語りますか。語りませんよね。純の負債っていうことで語るならば、当然ちゃんとさっぴいた上での答えを皆さんにちゃんと伝えなきゃならない。国の借金、政府の借金、純で見れば当然半分以下になるということをまず大前提、共有したいと。実際はもっと減ります。でもその話を言うとこんがらがるので、とりあえずこの話はここまで。皆さんに対して、国の借金が大変だ、1000兆円を超えている、だから消費税の増税が必要なんだっていうロジックが使われているわけですね。けれどもちゃんと見てみれば、正しい伝え方はしていない。負債の部分でしか見てなくて、資産と合わせた上で純の負債としてみんなには伝えられていないという、もう入り口から曲がっちゃってんですよ。意図的なんですよ、ということをまず共有したいと思います。で、続いて、国の借金はどうしてあなたの借金なんですかって。どうしてですかね。どうしてだと思いますか。国の借金はどうして自分の借金だと思いますか。そこら辺ちょっと曖昧でしょ、多分ね、多くの方々が。で、じゃあ例えばですけれども、誰かの借金は誰かの資産ですよね。誰かの借金は誰かの資産じゃないですか。誰かが借金しないことには世の中にお金って生まれますか。当たり前のことです。つまり借金を全部なくしたっつったら、世の中からその分お金消えるんですよ。当然のことですよね。誰かの借金が誰かの資産になる。その借金を全て消すとなったら、世の中からお金自体が消えてしまうっていう話だっていう、その根本に一回立ち戻りたいと思います。で、これから見ていた、その前に、例えばですけど、国が20兆円借金したとします。20兆円借金する。その借金した20兆円を皆さんに投資をしたとします。社会保障分野に。国にとっては20兆円の借金であったとしても、皆さんにとっては20兆円の資産になりませんか。当たり前の話ですよね。当然の話ですよね。じゃあこれから見ていただくのはバランス式、出してもらえますか。ありがとうございます。これがもうその裏付けです。何かと申しますと、日本銀行の、資金循環統計から出してきたものです。何か、はい、青い線グラフ、これは何かと申しますと、民間の貯蓄を表しています。一方、下の方に伸びているのが政府、一般政府ですね。要は何かというと、政府の赤字を拡大したときには民間の貯蓄が増えるってこと。誰かの借金が誰かの資産になっているっていうことの表れですね。赤字国債、財政赤字を拡大してそれを投資していく。それによってどうなったかって言ったら、民間の貯蓄が増えていくっていうような相関性を持ってるというだけの話なんですよ。ただし、これが一度崩れた時があります。このような相関性を持たなかった時があります。いつなのか。バブルの時、国も企業も一般も、両方とも黒字になった。それ以外は同じ状況が生まれる。国が赤字を拡大すれば民間が貯蓄を増やすというような関係にあるってことなんです。あなたの借金、政府の借金はあなたの借金じゃないっていうところから始めなきゃなんないってことですね。じゃあ、逆に言うと、赤字を出しません。赤字じゃないようにしましょう。赤字国債、自分たちの入ってくるものの中だけでやろうと、家計的な感覚、
一般の家計におけるような勘定の仕方で、入ってきたもの以外は出さない、借りてこないってことをやった場合どうなるかってことですね。当然経済しぼんでいきますよ。当たり前ですね。要は収入の中だけでしか回せなかったらどんどんしぼんでいきますよ。パイは縮んでいく。だからこそ投資しなきゃなんない。これ企業と一緒ですよ。自分たちの手持ち資金以上の融資を受けてくる。融資を受けてきて事業規模を拡大する。どうしてか、成長していかなきゃなんないから。どの大企業でもやってることですね。どっちかって言ったら考え方はこれに近い。でも国は企業とは違う。なぜか自分たちで借金があってどんどん借金をしていったら潰れてしまうってことを皆さん疑ってるわけですよね。財務省にそのまま聞いて、テレビや新聞で言われることは、これ以上借金が積み上がっていったら破綻するよって言われてる。でもそれって一般家庭の話ですよってことです。企業も同じかもしれない。条件は同じ。何かって言ったら、最終的な貸し手がいなくなった時に破綻するってこと。貸してくれる人がいなくなったら資金が回らなくなるから破綻するよねって話ですよね。じゃあ国はどうですかってことです。国は最終的な貸し手がいますよね。日本円で借金してるんですよ。日本円で借金してるんです。日本円で借金をしてて日本円を発行する能力を持ってるんです。どうやって破綻するんですか。日本円で借金しててもお金をすれば返そうと思えば返せますよね。こういう能力があってどうやって破綻するんですかってことなんです。破綻した国どこがあります。ギリシャっていう声も聞こえます。でもギリシャは違います。どうしてかって、だってユーロ圏じゃないですか。ユーロ加盟国ですよ。で使ってる通貨はユーロ。いくらギリシャが借金したとしても自国通貨としてユーロを発行できないわけですよね。ヨーロッパ中央銀行しか発行できない。だとするならばユーロで借金をしていたギリシャは外国通貨で借金してるのと同じだってことです。一方日本はどうですかって言ったら、日本円で借金をしていて日本円を発行する能力を持ってて、これどうやってお金が返せないっていう状況が生まれるんですかってことです。そんな無茶苦茶な話あるかって思われる方いらっしゃるかもしれないですけれども、じゃあ私と同じ趣旨のことを財務省が言ってたっていうことをちょっと確認していただきたいと思います。2002年、ありがとうございます。2002年に世界の三大格付け会社、格付けをする会社が日本国債を、要は格付けを引き下げるってことを言い出した。 S&P、フィッチ、ムーディーズなどの世界の三大格付け会社が日本の国債を引き下げるってことを言い出したわけです。それに対して財務省怒った。そんなことはないだろう、いい加減にしろという意見書を出したんです。今もそれは財務省のホームページに残っている。でどうしてこの三大格付け会社、これもう一枚前に戻れる、三大格付け会社が、日本の国債を引き下げるということを言い出したかっていうと、デフレ経済下の大幅な財政赤字、デフレの時にそんだけ財政赤字大きくしてさみたいなことを言い出したってことですね。何を言ってんだと怒ったのは財務省。2002年、どういうことを言ったか、3回にわたって意見書を出しました。その内容、日米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられない。大丈夫ですか、立ってんのつらいですか。先進国の自国通貨建て国債、日本だったら何ですか、自国通貨建て国債、円ってことですよね。円で借金していてデフォルトは考えられない、債務不履行、金を返せないっていう状況になるはずないじゃないってことを言ってるわけですよ。円で借金してて円がすれるっていうことでどうしてこれで破綻するんですかって、私が言ったことを財務省がそのまま言ってるんですよ。つまりこういうことだってことですよ。騙されちゃいけないってことなんですよ。で財務省他にも言ってます。ハイパーインフレの懸念はゼロに等しい。自国通貨建てで借金してて、たとえそれで円で、ね、吸って返済しようとしてもハイパーインフレなんてならないだろうってことですよね。当たり前です。だってデフレが20年続く国で一体どうやってハイパーインフレになるんですか。インフレにしたいっつってんですよ。なかなかインフレにもならないのに、ハイパーインフレなんて随分先の話というか、とてもじゃないけど無理ですね今のところ。そして
戦後初期のアメリカは GDP120% を超える債務を抱えていたし、1950年代初期のイギリスは 200% 近くの債務を抱えていたという事実を無視している。何が言いたいか、借金がこんな積み上がってお前のとこちょっとまずいん違うの、格付け下げるわっつって聞いたことに対して、ちょっと待ってよって、昔のアメリカどんだけ借金ありました、昔のイギリスどんだけありました、借金って、借金の量でそれ私たちが破綻するとかっていう話ってむちゃくちゃじゃないですか、格付け下げんのって、それって全く事実を無視してるじゃないですかっていうクレームを財務省自身が格付け会社にしてるっていう話なんです。問題は借金の量じゃないってことですよね。何なんだっつったらインフレだろうと。インフレ、かなり悪いインフレ、インフレ率がよっぽど高くなるっていうことに対してはこれはまずいけれども、インフレ率がしっかりと管理されるっていうことならばこれは問題ないという話なんですよね。これで、ちなみになんですけど、日本が本当にこのままいったら破綻するっていうんであれば、もうすでに日本自身の信用が失われてないとおかしいですよね。もう財務省が言ってたりテレビが言ったり新聞が言ってることをそのまま鵜呑みするならば、もうすぐ日本はこのままいったら破綻するよねってことを世界が理解してないとおかしくないですか。どうですか、日本人だけが心配してる話ですか。これこのまま借金が積み上がっていったら日本は破綻するに違いないという空気の中にあるんだから、世界から見ても当然日本はこのままいったら危ないよねって見られてないとおかしいですよね。ってなると日本の金利、国債の金利は上がってないとおかしくないでしょ。おかしくないですか、金利は上がってないとおかしいんですよ。だって信頼のない相手にお金貸すとき金利上がるじゃないですか。信頼のない相手にお金を貸すときに金利が下がるなんて話ないでしょ。日本が本当にこのままいったら危ないという状況なのであれならば、当然日本の国債の金利はどんどん上がっていくっていうのが当たり前なんですけど、1997年から見ていただいても日本の国債金利は下がり続けてるってことです。下がり続けている。この中で長期国債、その主役は10年もの、オレンジのラインですよ。1997年から2018年まで見ても金利は下がり続けている。どういうことですかって言ったら、日本が財政破綻することなんてないってこと分かってんですよ。マーケットは、世界はってことです。国内の中だけで勝手に国の公会計と家庭の家計を混同したようなね、自分たちの収入以上のことをやり続けて、借金がこんなに溜まったから日本は破綻するみたいなことを言いながら、別に消費税などを上げていくっていうことで皆さんから金を絞り取ろうとし続けてるっていうことが続けられてきたことですよ。それを続けられた結果どうなったかっつったら、20年のデフレからも脱却できてないっていう今ですよ。20年のデフレ脱却が不可能な状況で、みんなの生活どうなったか考えてみてくださいよ。今の金利出ますか。現在の金利どれぐらいか、6月12日の時点でマイナス 0.115、 破綻するぞっていう話じゃないんですよ。いつ破綻するんですか、破綻どころじゃないですよ。どうやって破綻するんですか、これ無理やりですよ、言ってることが。もう日本はやばいんだ、これ以上借金したら。だから借金を返すからみんなから増税します、しょうがないですよね。将来世代に負の遺産これ渡すんですかっていう話で増税されていく。でも実態はどうだって言ったら、そんなこと全然ないじゃないですか。おかしくないですか、これで。何が一番この20年のデフレを続けてきた原因になってるかって言ったら、国が金出してこなかったんですよ。さっきのロスジレの話じゃないですけれど、国が財政絞り続けてきたんですよ。借金が借金がっつって。でもどの国も借金してんですよ。どの国も借金して成長するんですよ。さっき言いましたよね、入ってきた収入の中でしかやらないっつったら、どんどん規模がちっちゃくなっていくんですよ。そのパイ縮んでいくんですよ。成長できないんですよ。だから世界中のどの国も借金っていう形を持ちながら投資をしていくんですよ。成長してってんです。日本以外の国は確実に成長してってんです。世界で最も成長していない、20年以上成長していない国が日本なんですよ。まともに成長している国は緩やかなインフレです。日本は20年以上デフレですよ。
病気なんですよ。言いましたよね、さっき。デフレって何だって言ったら、消費が弱っていくことだって。消費っていうのは誰かの所得だよって言いました。あなたが買ったものが誰かの給料に回るって話ですよね。その消費が20年弱り続けていったら、当然、物を買わないんだったら、従業員増やそうかっていうような人たちもいないわけだから。もっと大きな工場を作ろうとか、新しく機械入れ替えようなんてことしませんよね。投資も弱って。消費も弱って、投資も弱って。需要自体がどんどんこれ、この国から失われていってるっていうのを20年以上続けたら、当然国の力落ちていきますよ。どんどん衰退国家になっていきますよって。それをやってきたのは誰だって言ったら自民党なんですよ。民主党もそうか。この国の経済状況を悪化に追い込んでいってたのは、全く訳が分かってない財務省。まあ意図的ですよね、財務省は。財務省の論理に乗っからなきゃ政権なんて取れないからそれを やり続けてきたわけでしょ。それが何につながったって言ったら、みんなの困窮化につながっていったわけですよね。子供の約7人に1人が貧困の国なんて狂ってますよ。どこが第三の、どこが第三位の経済大国なんですか。子供の約7人に1人が貧困ってことは、大人も貧困ですから。20年間消費と投資を絞り続けてきた。消費と投資が過熱しないような状況、ずっと衰退し続けるような状況を作ってきた国が、この先どうなっていくんですかって言ったら、間違いなく悲惨な状況になりますよ。入ってきた金以外は出せないっていうことをやってる国ないですよ。どの国も投資をするために政府は借金をする。政府の借金が増えれば民間の貯蓄が増える。それだけの話なんですよ。当然の話なんですよ。騙されちゃいけないって話ですね。で、こちら見ていただいているのが GDP。 景気良くなった方がいいもんね。景気良くなった方がいいんだった。景気が良くなるってどういう状況かって言ったら、 GDP が拡大するっていう状況ですよ。 GDP 拡大するってどういうことかって言ったら、 GDP の中身はどういうもんかって言ったら、個人の消費、皆さんが使ってくれるお金、そして民間の投資、企業が使うお金、そして政府の支出、政府が使うお金で、純輸出、この4つですよね。この4つ、すいません、これ外してもらっていいですか。はい、スタッフの方すいません、ありがとう。で、この4つのうち一番大きなエンジン、 GDP ですよ。 55% から 60% GDP の 55% から 60% が個人消費なんだから、みんながお金使えないとか、将来のためにお金を使わないようにしてたら、当然どんどん景気悪くなるの当たり前ですよね。お金みんな使わないしたら、民間だって投資なんてしない。そこで政府が財政をカットするって言い出したら、余計世の中にお金回らないですよ。そこで政府が消費税みたいなことを増税するって言い出したら、消費に関わる全ての部門にかかる税金なんだからって、ただでさえ回ってないお金がどんどん引っこ抜かれていったら、ますます世の中にお金が回らないじゃないかってことを、もう何十年も続けてんですよ。明らかに間違ってんですよ。だとするならば、何をしなきゃいけないかって言ったら、逆でしょ。政府しかお金出せないんです。デフレからインフレにできるのは民間じゃないですよ。デフレからインフレにできるのは国だけですよ。舵取りできるのは国だけなんですよ。経済政策、これをもって極力不況にならないように舵取りしていくっていうのは当然でしょ。だとするならば、政府が個人消費がもっと活発になるようなことに、財政出動、お金を使うようなことをしなきゃなんない。例えば消費税をなくすとか、減税するとか。当然物価が下がるわけだから、消費はもっと活発になるってことですよね。それ以外にも、さっき私が言ってたような奨学金だったりとか、いろんなことをやりながら、もっとみんなの消費が活発になっていく、賃金が上がっていくようなことをやっていくってことですよね。当然そういうことがなされるようになれば、消費税が廃止になるってなれば、あ、これは景気良くなっていくだろうから、もうちょっと従業員を増やしておいた方がいいとか、今のうちに機械を新しくしとこうとかっていうような投資もできるわけですよね。そのこれから投資をしようと、従業員を増やそうとした企業に対しても減税をしたりとか、やることいっぱいあるんですよ。そうやることによって景気回復に向かっていくってことを本当はやらなきゃいけない。だってお金が回ってなくて、みんなが困っているような状況の時に、財政再建とか財政規律みたいなことをやりだしたらどうなるかって言ったら、税金上げなきゃなんないし、国が出すお金はカットしなければならないんですよ。つまり何かって言ったら、あなたの生活もっと
苦しくなる以外ないんですってことです。一回足元からちゃんと引き上げないと、本腰入れた景気回復しないと、財政再建の話を今この時期にしてるなんて間抜け以外の何もんでもないんです。はっきり言って国が金出さなきゃデフレから脱却できないし、国が金出さなきゃ成長なんてありえないってことですね。自分たちに入ってきた収入だけで国を回そうっていう考え方、これじゃあ国が壊れるどころか人々が壊されるんですよ。プライマリーバランスって言葉ですよね。プライマリーバランスを黒字化にしていく、要は入ってきた収入からしかやらないっていう話になったとしたら、当然人々の生活が壊れていくってことです。プライマリーバランスを黒字化にした国どこがありますか。今まで世界の国々の中で、今政府とか野党、与党も野党もプライマリーバランスの黒字化ってバカみたいに言ってますけど、じゃあこれを実現した国ってどこがありますか。ギリシャですよ。どうなりました。破綻しましたよ。アルゼンチンはプライマリーバランスの黒字化っていうことを目指したときにはどういうことになるかって言ったら、もう目に見えてんですよ。それ以降プライマリーバランス黒字化を目指しているような国どっかありますかって。他にあります。全く間抜けな話なんですよ。今この国に生きている人々の状況も見えてないし、この国がこのままじゃ本当に沈んじゃうってことです。一人一人の生活が破壊されて、例えば農業をやっている、農業をやられている方々とかは多分このまま、生き抜くことは可能かもしれない。自分たちで食べ物を作ったりとか、自分たちの範囲で物々交換しながら、でもそういうことできる人たちって限られてるじゃないですか。多くの人たちがやっぱりね、そういう生産者に頼りながら、お金というツールを使いながらそれを買っていくわけですよね。普通に考えたらこのまま行って破綻、本当の意味での国民生活の破綻、国は破綻しませんよ。形は残る。税金だけ取られて受けられるサービスはますます少なくなっていく、こんな状況です。あ、国民民主党の方ですね。今度無所属で出られる森本慎さんですね。すいません、ちょっと一瞬待ってください。森本さん、私の参議院会館同じ3階の住人なんですね。私の部屋3階にあるんですけど、そこの並びの方なんですよ、ね、いつも一生懸命やられてる方ですけれども、ありがとうございます。話戻ります。だから国の借金がっつったら、国の借金がっていうことに対して心配する必要はないと私は思ってます。ただインフレが悪化しないようにちゃんとそこをコントロールする必要がある。じゃあそれをコントロールするために何が必要かっつったら、要は今お金が回っていない、世の中にお金が回っていないのがデフレっていう状況だって言いました。そこに対して国がお金をどんどん出していく、必要なところ、例えば教育、介護、保育、いろんなところにお金を出していくってことをすれば、当然このデフレから今ややインフレってとこからもうちょっとインフレになっていくでしょう。実際にお金を出せば必要なところに。で今のところキャップはついてるんですよ。限界決められてるんです。インフレ率 2% になったらやれることを、散々やってきたことを絞っていく、要は回ってるお金が増えすぎた時にはそれを絞っていきますよ。その目安をインフレターゲットとして 2% っていうことにしてる。デフレからインフレになってった、インフレに 2% に到達した時にはたくさんやってる施策を一部絞っていきながら、世の中に回っているお金が増えすぎないようにコントロールしますっていうのが今の政府の言ってること。じゃあその回りすぎたお金をどうするのかっていう話に関して、先ほど税金の取り方話しました。法人税を累進課税にする。儲かってれば儲かってるほどこれどんどんパーセンテージが上がる。儲かってないところはパーセンテージ少なくなる。じゃあこれ景気が良かったとしたら、どん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 税金としてこれ吸い取られていくわけですよね、回ってるお金の中から。ってことはインフレ率が高まっていったとしても、ちゃんとそこで制御するような形になりませんかってことなんです。所得税も一緒、所得税も最高税率を上げて刻みを上げていけば、
より儲かっていくって人たちに対してはそこからどんどん吸い上げられるようになるんだから、景気が安定するような安定装置として累進課税っていう部分を法人税にも導入をして、所得税にもこの刻みを上げていくってことをやるという話なんですけれども、大丈夫ですか。あ、分かりました。まあ、国の借金が心配だ心配だってことを言われていたので、国の借金が心配だってことに対しては心配しないでくれと私は言いたい。なぜならば先ほど一番簡単な話で言うと、じゃあどうしてこんなに金利が低いのって、30年近くもずっと低金利ですよって、30年前から国は破綻するって言われてるのに低金利がずっと続いている理由をじゃあ誰か説明してくださいってことですよ。これだけデフレが続いてね、今やれることやらないとどうするんですかって、民間ではできない、国が大胆に取り組まなきゃ本当に人々の生活が破綻しますよ。底上げするには国が金出すしかない、景気回復してから財政再建がどうしたとかっていうことについては話し合うことはいいでしょう。でも今みんなの生活が地盤沈下しててさらに壊れていこうとしている中で、これ財政再建みたいな話してる人たち本当に人殺しですよ。緩やかに皆さんを殺しに来てますよ。国の借金どの国もしてるって何回も言ってます。その通りなんです。本当に騙されないでいただきたいとね。まあ、もう財政危機宣言、朝日新聞なんかもね1995年、あ、これ記事で出てるんですね、まあ、過去の日本の財務大臣とかは財政非常事態宣言みたいなことを言い続けてきたわけですよね、はい、1982年から。じゃいつ破綻するのって話なんですよ。破綻してないじゃないと、当たり前ですよって、問題ございませんっていう話なんです。ただインフレは悪い形、悪化しないような形、高くなりすぎないような形でコントロールする必要があるね。世の中に回ってるお金が回りすぎないようにちゃんと間間引けるような形にする必要があるよねっていうことでございます。すいません、長時間にわたって話してしまいましたけれども、参議院議員山本太郎お話しさせていただいております。皆さんからのご質問にお答えをしております、お時間がない方いらっしゃると思います。どうか冷やかしでも結構です。チラシだけでもお持ちください。ありがとうございます。どうか冷やかしで結構です。チラシだけでもお持ちください。小沢一郎とやってまいりました山本太郎、独り立ちをいたしまして令和新選組を旗揚げいたしました。どうかあなたの力を貸していただけませんか、横に広げていただけませんかということでお話をさせていただいております。どなたかございますか。あ、じゃあそちらの眼鏡をかけた男性、最初の方の説明で火力発電の話があったんですけども、私がちょっと気にしているのは、そうなった時に使用済み核燃料を今保管するのに年間莫大なお金を使っているっていうことをお聞きしたんですけども、火力発電になったらそれはどういうふうになっていくのかっていうのが心配で、もし原発が稼働してさえいればそれを再利用できるサイクルがあると思っているので、もし火力発電になったらまあそこら辺の核燃料の保管をどうお考えしているかっていうのをちょっとお聞きしたいです。ありがとうございます。参議院議員山本太郎、小沢一郎さんと共にやってまいりましたが、今独り立ちをいたしました令和新選組という団体を立ち上げました、山本太郎、皆さんからのご質問にお答えをしているところですけれども、お時間ない方いらっしゃると思います。冷やかしで結構です。ぜひチラシお取りください。まだ選挙権がないよっていうような中学生小学生でも結構です。どなたでも結構です。冷やかしでも問題ございません。あなたの税金が、あなたの税金で生かされている公僕国会議員、あなたのためにちゃんと世の中のことを考え将来を考えているのかということをチェックしていただきたいと思います。チラシだけでもどうかお持ちください。で、ありがとうございます。次の方ご質問いただきました、使用済み核燃料ですね、核の発電、そこから生まれたゴミ、これをどうしますかっていう話なんですけれども、今のところこれゴミとして計上されません。ゴミとして計上してもただのゴミですから、だからこれをゴミとして計上しないためにこれを資産にする必要があるわけですね。それを資産として計上するためにはこれは、リサイクル可能な燃料なんですよっていう立て付けが必要になるってことです。だから核燃料サイクルってものを推し進めようっていう考え方なわけですね。で、はっきり言うとその核燃
その核燃料ということで回していく、核のリサイクルということをやっていくとすると、核のゴミ当然増えますよってことなんです。増えますよってことです。でもこれ以上増やすわけにいかないってことなんですね。でリサイクルできるからこっちの方が資源のない国としてはいいでしょうっていうような触れ込みなんですけど、冷静に考えていただきたいんです。この地震が多い国の日本で、この先南海トラフだったりとか首都圏直下とか来た時に、そのような核燃料サイクルであったりとか、もちろん原子力施設もそうですけれども、維持していくって形になった場合には、たとえその時に発電が行われていなかったとしても、要は稼働していなかったとしても、これ同じような過酷事故が起こる可能性ありますよね。要は稼働していなくても冷やせないという状況が起こった場合には、当然結果最悪の事態が生まれた時には東電原発事故のようなことは起こり得るわけですよ。要は冷やし続けなきゃいけないからってことですね。ステーションブラックアウトみたいなことになったら、電力が失われたとしたら、これ同じようなことになるわけですよ。だから私は一刻も早く、もう来るもう来るって言われてる大型の地震が次々に来るって言われてる中で、それの被害状況ってものも予想されてる中で、このまま原発は安全だって言い続けるのは私は無責任だと思ってるんです。なんでか、その答え合わせをできるのはその大災害が終わった後だからってことですね。だから原子力施設を含め、その核燃料、核をリサイクルするという概念さえも、私はもうこれはやめた方がいいと思ってます。そんなことをしてしまったら、この原子力っていう部分に関しての学問っていう部分で、もうそれ以上ここで止まってしまうじゃないかって言われる方もいらっしゃるんですけど、私はそうは思わない。なぜならば、おっしゃった通り、その例えば核燃料サイクルっていう部分をやめたとしても、その核のゴミは残り続けるわけですから。それ以外にも今なんだろうな、原発をやめていくってことで廃炉にしていくっていう技術ももっと進めていかなきゃなんないし、それ以上に高度な、世界でも類を見ない3メルトダウンを起こした原発が今も絶賛存在してるわけですよね。これ収束の仕方分かってません。国は30年40年つってるけど、そんなの事故ってない原発の収束期間と同じぐらいなんですよ。どうしてそんなんでフィックスできんのって。できるはずもない。おそらく100年200年単位ですよ、できるとしたらね。それだけじゃない、費用も天文学的にかかるであろうと。でもそこに関してはやらなきゃなんないし、これもう本当に人類が挑戦しなきゃいけないような収束作業だと思うんです。そういうことを全部含めたとしても、この原子力っていう部分は学問的にも閉じられるもんじゃないと思うんです。なり手っていうものはずっと継続して、ね、その学問に、人々がこう参加していけるような状況にしていかなきゃなんないし、で一方でもう一つ言われていた、そのリサイクルできるっていう燃料をリサイクルしないってことになったとしたら、これは当然ゴミです。でさっき言いました、そもそもリサイクルできるっていう前提に立てば、ゴミは資産計上できるんだっていうことでずっと私はされてきたって思ってるんです。じゃあこの資産ではなくなってゴミになってしまうっていう、これをどうするのかって考えたときに、私はこれは電力会社に対して当然その負担を押し付けるわけいかないですよね。ごめんね、今日からゴミですわ、だから資産計上無理です、大赤字抱えて自分でどうにかしてくださいなんて、そんな話は通らないから、そこに対してはやっぱり国策でやってきたっていうことで国が支えなきゃなんない。これに対しては当然税も使われるだろうし、デフレの時には国債発行っていう形を使いながら支えていく必要がある。なぜならば原発を望もうが望まないが、そこからの電力を使ってきたことは確かであり、そしてそのような政策を推し進めるような政府を作ってきたっていうのは、この国に生きる人々なんだから、当然ここにかかる費用は全員負担っていうことは基本になってくると。もちろん事故に関する収束もっていうことだと思うんですね。すいません、ありがとうございます。ただ安全に確保されなきゃいけないんですよね。ゴミの処理どうしますかね、核のゴミ。今日本では300メートルぐらい掘ってそこに埋めてまいみたいな話になってるんですよ。300メートルぐらい掘って、でもこれだけ地震多い国でその地層に処分するって大丈夫かって話なんですよ。でドイツなどではもう何十年も前からどこを捨て場にするかっていうことをずっと実験続けられてきてるんですよね。私が2011年にドイツ行って、その核のゴミ捨て場の候補地に行った。そしたらもう1000メートルぐらい地下に潜って、アリの巣状に張り巡らされたようないろんな部屋にこの置いていくんだっていう前提だったんですけど、問題が起こった。何かっつったら水が溢れてきたってことなんです。
何が一番まずいかって言ったら、その核のゴミを保管している容器、これに対して水が接触したら当然これ腐食していきますよねってことです。当然で、これがずっと進んでいったとしたら、ちょっと待って、15分ごとぐらいに刻んで出してくれてるけど、何か問題あんのかな、何か問題あんのかな、大丈夫、すいません、そのアリノス状に張り巡されたところから水が出てきた。水が出てきたらなんでまずいかって言ったら、当然これね、鉄の容器とかいろんなもの当然これ錆びてくるよねって話です。錆びてって何十年も経ってたらどうなるか分かんないんですよ。どうしてかって言ったら、中をモニタリングしないっていう前提だから、中をモニタリングしないという前提でそのまま置いて蓋して、それで終わりって話になっちゃったら、これ中でどうなっていくか分かんない。最終的にはこれ最後まで腐って中のね、内容物出てしまって、水とともにまたこれ生活圏に戻ってくる可能性だってあるわけですよね。いろんな議論があって、これはまずいなってことで最終候補地は決まらないってことがドイツでずっとあることですよ。20年も30年もずっと議論し続けてきて、そのゴミの最終置き場所っていうのは決まらないんだってことですよ。で、もともとそのドイツでゴミの置き場所っていうのを決めたのは、なんでかって言ったら、岩塩層だっていう。岩塩層って何ですかって言ったら、要は地下ずっと掘ってったら塩なんだってことですね。だから大丈夫なんだ。何千年もこれ塩の層になってるから大丈夫だよ、何十年も水が入ってこなかったっていうことだから大丈夫なんだっていう説明をなされたんですけど、やっぱり人間が穴掘ることによって水の通り道作ったってことですねいくら水が届いてなかったから大丈夫っつったって、人間がわざわざ穴掘って水の通り道作っちゃったわけだから、これ結局成立しないってことで白紙になっちゃったりとかってことですね。もちろん核のゴミ、これ置き場所っていうことに関してはこれ議論しなきゃなんないことなんですよ。議論しなきゃいけない。特にこれ推進してきた人たちが責任を持ってちゃんと提案しなきゃいけないんだけれども、提案していることは300メーター下に埋めるっていう話。でもちょっと待ってって、300メーター下に埋めるっていうことだって、これだけの大地震が来るって言われてる国で、そこで安全に確保できるんかって言ったら難しい。私としては地上で保管するしかないと思ってます。ちゃんとした技術が確立されるまでは地上に保管で、地上に保管したとしたら、それね、ひょっとしたら武力攻撃とかによって何かなるんじゃないかみたいな話されてますけど、でもそんなこと言ったってね、北朝鮮とか中国の脅威をいろいろ言いながらも日本海側の原発はすごく元気ですからね、今もだから全く矛盾した話だと思うんですよ。やっぱり人間の目の届くところで地上で管理をされて、技術が確立されたときに次のステージに進むっていうような段取り必要だろうなっていうふうに思います。ありがとうございます。参議院議員山本太郎、皆さんにご質問をいただき、そして総理にお答えをするということをやっているんですが、そろそろですね、質問を終わらないと新幹線、この後撤収作業などもありまして新幹線間に合わない状況になるかもしれないんで、逆に言ったら今手を挙げている方々に全員発言させてあげたいなとは思うんですが、でも一人30秒以内どうですか。いや、納得してもらわないと当てませんよ大丈夫ですか。一人30秒いいですか。一人30秒で喋っていただいたことに山本が答えながらポンポンいくっていう形にしますか。いいですか。じゃあ今手を挙げてる方だけにしますね。じゃあ、順番にどうぞ。ありがとうございます。お疲れ様です。今寄付金が1億6000万ぐらい集まってるんですか。僕もちょっとだけ入れました。でもこれが金額だけじゃなくて何人入れたっていうことが分かるようになったら、その入れた人たちの代表としてまたちょっと発言権が増えるんじゃないかなと思うんですね。1億6000万人が何千万人何万人という人が入れたっていうことが分かるような、僕らやっぱこう広島にいてね、東京ってやっぱ遠いんですよ。東京の話だなってすごい距離感があるんですね。でそれがなんか自分の一票とか一個のアクションが
こう見える形になったらもっとこれから3億10億っていうお金につながっていくような気がします。30秒過ぎております。はい、ありがとうございます。あ、すみません、はい、いいんですか、ご質問。ご質問はなかったんですか。一つはこの資料がちょっと覚えきらんから、どっかで見れるサイトとかあるんですかっていうのと、今の金額と人数ですね、それが表出てくるようなことがあったらいいなと思って。あ、すみません、金額は常に出してます、はい、4月の10日からどれぐらいお金が集まってるか。いや、私一人で旗揚げしてね、大政党と同じような戦いをしようと思ってんです。ですごく選挙にお金がかかって、選挙区から一人出すのに300万で、全国比例っていう団体戦になったら一人600万円の入場料だけでそれぐらいかかるんですね。で、今4月10日から6月15日までに1億9225万円集まりました。で、これ一番小さな私の目標、戦い方としては、参議院でまず10人戦うためには3億円必要です。なので皆さんにどうかお力を貸していただけませんかということをお願いしております。で、じゃあその3億円集める、5億円集める、10億円集めるっていう部分に関してどうやってやっていくのかってことなんですけど、これみんなで頭回りしていこう、ちっちゃいお金でみんなで大きくしていこうってことをやってます。例えば1人1万円寄付していただけた場合には10万人で10億円集まります。5万人で5億円、3万人で3億円、続いて1人1000円いただいた場合には100万人で10億円になって、50万人で5億円、30万人で3億円、1人500円でも200万人いただいたら10億円、100万人で5億円、60万人で 3億円というお金で、もう一度元の金額に戻ってもらっていいですか。1億。とにかく皆さん、いろんな方々がご寄付くださいまして、今日なんとか外で食べようと思ってたけどなんとか我慢して1000円寄付しようとかっていう方もいらっしゃいますし、なんとか500円って方もいらっしゃるし、俺は100万出すよっていろんな方いらっしゃるんですけど、そういう方々の本当にお気持ちで、もうすでに1億9225万円、すでに今の時点で10人は立てられるというのは何かというと、もう今この金額が集まれば選挙が終わるまでには3億円はリーチできるだろうということで、参議院は10人を立てますということは宣言できます。で、でありがとうございます。で、資料の方ですね。あ、人数の方なんですけども、これもうそんな簡単にいかないんです。何かというと、大きな政党とか企業献金でガツンと入ってきてカウントしやすいんですけど、これ本当に個人献金なんですよ。で、それを一つ一つこう突合していかなきゃなんないんです。もうこれだけでも事務所機能がもう終わっちゃうんですよね。これアウトソーシングしながら今やってんですけど、やれるようになったんですけど、だから完全にどれぐらいの方々からいただけてるっていうのを毎回アップデートしていくのはなかなか難しい。事務所の、量としては、事務所の、業務内容としてはもうそこまでできる状況にないってことなんですね。例えば10人で参議院で戦うとなったら、普通数百人単位を給料を払って雇ってるような政党がやるようなことなんですよ。でも今回私たちは一人の議員事務所の中の事務機能を中心に置いて、あとはアウトソーシングできるところはしながら、あとはボランティアで手伝ってくださる方をこう固めていきながらやっていくって形なので、ほとんどもう今いっぱいいっぱいっていう状態ですね。なのでできれば何かこういうことをやったらどうだっていうことに対して、まず自分はそれをできるのかってことを考えていただけると助かります。自分には何ができるだろうかってことで後押しをしていただけると非常に助かります。アイデア出しよくしてくださる方いらっしゃるんですけど、困ります。言い出しっぺがその先どうするのかということをまでつなげていくっていうことが、多分みんなでやっていく基本だと思ってるんですね。そういう逆に言ったら、そういう放送作家的な方は必要ございませんっていう話なんですね。ありがとうございます。なのでぜひ皆さんにできることいっぱいあります。チラシを折るとかね、何も自分はできないとかとんでもないです。チラシを折る作業でさえも非常に助かります。本当に一人一人ができることを集めていきながら、なんとか大きな勢力にして国会の中でガチンコで喧嘩をするような、全く空気を読まない、永田町の論理なんて関係ないぜっていうような勢力を拡大していけたらなというふうに思っています。で、資料とかを、公開しないんですかって話なんですけれども、そこもちょっと余裕がなくて、そこ考える、ちょっと力が今ございません。なので必要なことだと思いますね。横に広げていくためには一人一人がスピーカーになって自分の周りでこう広げていくっていうことをやっていってもらわなきゃいけないので、そこも追ってできるようにちょっと対応していきたいと思います。ありがとうございます。で、
もう手を挙げ続けているその覚悟をですね、この支えている手がもう表現されてましたので、どうぞ。30秒難しいですね。今その山本太郎さんがおっしゃってたようなことを、本来であれば国会で議論するのが当たり前の話であるんですけども、それが全然現実にできてないと。参議院も衆議院も予算委員会を3ヶ月以上2ヶ月以上開けてない、下手すれば 今期 の国会は予算委員会なしで閉じるような現実にが今のところ出てると。でそんなことをね、許すわけにはいかないとは、まあ、個人的には思うんですが、その山本太郎さんとしてはこういった問題が実際議論したくたってできないじゃないかっていう、その要は自民党公明党が審議に応じないっていうのをどうやって変えていけばいいのか、まあ、僕自身も答えないんですけど、最近一番怒りが溜まっていることなんで言いました。ありがとうございます。参議院議員山本太郎、一人で旗揚げしました。小沢一郎さんのとこから離れ、一人で旗揚げ、令和新選組という名前でやっております、参議院議員の山本太郎です。で今質問いただきました、お答えしたいと思います。ありがとうございます。現在国会予算委員会ってものが開かれてません。で予算委員会、その中でも集中審議ってものが本当は開かれなきゃいけないんです。何かっていうと、総理大臣が入って全閣僚が揃った上でテレビまで入る、非常に緊張感が高いものですね。だってやらなきゃいけないこといっぱいあるじゃないですかって。だってね、賃金に関するデータなどなど8年分以上なくなってんでしょって。それからにもいっぱいあったじゃないですか、やらなきゃいけないことね。2000万円の、ごめんね年金足らなくなるから2000万ぐらい用意しとけよみたいな話があったりとか、数々のことありますよね。イージスアシュアの問題だったりとか、とにかく国会の中で話さなければいけないことたくさんあるはずです。あとトランプさんとね、話をして、選挙が終わった後になんか得することを心臓がやってくれるって言ってるけど、後でのお楽しみねみたいなことをツイッターで言われてるぐらいですから、要はおそらく農作物であったりとかいろんな部分でアメリカ側に選挙が終わった後譲歩するということがね、多分約束なされてるんだろうと。それとにかく説明されてないことだらけなのに、どうして予算委員会開かないんですかってことに関しては、そりゃ予算委員会なんか開いたらめんどくさいですよね。与党側からしたら、自民党側からしたら、自分たちに対してマイナスのことが出るの嫌じゃないですか。選挙が近づいているときにそんなことはやりたくない気持ちは分かりますよ。でもそれじゃまずいですよね。開いて、だって与党側がやるべき仕事って何なのかっつったら、もちろん法律を作るということもありますが、これは数の力圧倒している与党側に常に蹴られてます。どんな法案を提出したとしても審議は一切してくれません。じゃあ他に何ができますかって言ったら、国会議員の仕事である行政監視ね。国会は立法府ですけれども、安倍さんがいるところは行政府ですよね。で安倍さんは行政の長なわけだから、しっかりと国会で決めた法律に従って、しっかりと皆さんの税金が適正にね、使われていて、ちゃんと行政運営がされているのかってことをチェックしなきゃならない。そのチェックするような内容がいっぱい揃っているけれども、その行政をチェックするっていうような機会、それに対して疑義をぶつけるとか、ね、どういう考えをしているのかって聞く舞台である予算委員会、特に集中審議ってものも一切開く気がないっていうのは、これ仕事してないことなんですよ。はっきり言って仕事を拒否してるってことです。今やったらまずいっていう判断としては正しいと思います。向こう側のね、向こう側の判断としては正しいなっていうことですね。ただしこれは皆さんにとっては不利益でしかないってことです。本当のことを1ミリでも知れるっていう機会は失われてるってことですから、皆さんにとっては不利益当然ですよね。でこれに対してどう抗えるかっつったら、野党がしっかり抗うしかない。ただし与党と野党では圧倒的に数は違うってことなんですよね。だからどっちかっつったら与党側が押し切れるってことですけれども、野党側は武器がないわけじゃないんです。何かっつったら、一切国会委員会であったりとか、例えば本会議であったりとか、一切開かせないようにするっていう体を張ってでしか抵抗できません。もうここまで来たら本会議
いろんな法律通したいから本会議開いて、これをねどんどん委員会で審議したものを本会議でまた採決するとかっていう、この流れに対して一切拒否をして、全て体張って止めるっていうぐらいの気概じゃなかったら、おそらく与党側は予算委員会開くってこと言わないでしょ。本来ならばそれをする必要があったんです。でその機会はゴールデンウィーク前にありました。ゴールデンウィーク前にあったんだけれども、早々とその審議の拒否っていうことの、審議拒否っていう、戦うっていう姿勢をやめて本会議開催に付き合っちゃった野党がいるってことですね。だからこんなことになったんですよ。どうしてそこにその野党は審議っていうか本会議開くことを了解したか、要は本会あの予算委員会開けっつってて、開かない、じゃあもういいよ、俺たち審議全部止めるぞ、体張ってでもっていうことを強行してればよかったんです。でゴールデンウィーク入ったとしても、ね、その後開いてからもずっとやってれば向こうも困りますから。でどうしてこうなってんのかっつったら、与党が開かないからだっていう話ですね。っていうことをちゃんとやり取りすればよかったんですよ。世の中のみんなに知ってもらえばよかった。それをねニュースで流されて、国会が不正常なんだったらニュースは流しますから、その戦いを徹底的にやればよかったんですけど、野党側にはちょっと怖いっていう思いがあるみたいですね。ずる休みって言われるのが嫌みたいです。ずる休み、これ1年前ぐらいのゴールデンウィークの時にもありましたよね。国会審議に対してなんかこう、それに対応しないっていうことをやったらずる休みだ野党はみたいな、多分そういうことを言われるのが嫌だったんじゃないですか。徹底的に戦うってことをやってません、はっきり言って。まあその言わん方がいいかな、まあ、言った方がいいな。立憲民主党です。立憲民主党、もう一回言う、立憲民主党です。野党第一党なんですよ。野党第一党が与党とこう交渉するんですよ。まずここでやっぱりがっつり戦うっていう姿勢を見せなきゃ結局流されちゃうんです。でゴールデンウィーク前に本会議で採決をするっていうものに対して最終的に応じちゃったのは立憲民主党。私は国民民主党の会派に属してる、無所属でね。なのでそこでの声も聞こえてくる、もう本当に意味が分かんないよねっていう話をしてた。せめて選挙前だけでも戦うっていう姿勢は見せないのかねっていう話になってました、正直言ってね。こんなこと言ったら立憲民主党の人がっかりするかもしれないけど、そうがっかりしてる場合じゃない。お尻叩いてくださいよ、支持するんだったらってことです。支持者として政治家をシャキッとさせられるのはやはり支持者でしかないってことです。本当に残念ですけれども、でやっぱりそれ見られ方の問題でもあるんですよ。そういうふうに世間に見られたとしたら、これはちょっといつまでそんなグダ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 言って国会を開かさないようなことやってんだっていう批判には耐えられないっていう話ですね。そういう部分の判断で多分審議に応じる、本会議の開催っていう部分をやるっていうことを決めたんでしょうね。まあそれは考え方です、考え方だけど、でもそれが正しかったかどうかって言ったら、今も予算委員会は開かれてませんっていうのが全てじゃないですかって。じゃあどう戦っとくべきだったかって言ったら、皆さんのことを考えたらどっちでしたかね。皆さんの知る権利だったり、皆さんが今与党側が何をやってるのか、政権がどんなことをやってきたのかってことをやっぱりちゃんと議論した上で行政監視っていう部分をやるんだったら、当然開かれる方がまだ知れるタイミングがありますよねって。だとするなら徹底的に戦うってことをどうしてやらなかったのかっていうことに対して、やっぱりあの時の選択は正しかったかって言ったら、私が野党第一党だったらそういう戦い方はしない、とことん体張ってやりますって、ガチンコで喧嘩しないと。で例えば今みたいなことを私が党首討論みたいなところでね、選挙終わった後に私が政党を作って、で政党になったとしてテレビの党首討論とかに呼ばれた時に、そういうなんかこう腰が引けてる野党に対して、あの時そういうことでこうしましたよねっていうことを言ったとしたら、むちゃくちゃ嫌でしょ。どうですか、野党第一党でも第二党でも、日よって与党側と手組んだんですよねっていう趣旨の話を腰が引けて、結局あれから予算委員会開かれてませんけど、あれ責任感じないんですかっていうような話を野党同士でガーって言われるっていうことに多分慣れてないと思うんですよ。でもそれを言われることによって何が生まれるかって言ったら、私緊張感が生まれると思うんです。本気で戦わなきゃこれチクられるなっていうことになったとしたら、
テレビでそういうこと言われたとしたら、この場で言うよりももっと波及効果あるんですよ。どうしてか、 1% の視聴率で100万人見るから。まず今政治に必要なのは緊張感。その緊張感を生み出すためにもガチンコで喧嘩をする人間を国会の中に増やさなきゃいけない。私はガチンコで喧嘩しますよ。今一人でやれることは全部やってる、そう思います。だって一人で牛歩やってんですよ。一人で牛歩やって目立ちたいだけだろうって、あんなのやりたい人いませんよ。悪目立ち、苦しいだけ。いつもため息出ますもん。うわー、このままやったら牛歩やなって。自分の部屋帰ってね、あの議員会館往復するんですよ、本会議と。で、午前のパートが終わって午後戻って、うわー、このまま行ったら牛歩かって、またこれ精神的に削られるなみたいなこと考えるわけですよ。でもやらないと、やらないわけいかないんです。どうしてか、とんでもない法案通そうとする与党側に対する抗議。それだけじゃなくて、どうしてガチンコで喧嘩をして、なんでこの日に採決まで行くことになったんかって、これ野党の不甲斐なさでしょ。本当だったらもっと手前で止めてれば、また伸ばせてたはずだし、それをずっと伸ばし続けて世の中の問題にしちゃえば、マスコミはずっと伝え続けなきゃなんないから。今世の中で、今国会で何が行われてるかってことを多くの方々が知るような状況を作らなきゃいけないんですよ。ということにどうして体を張ってまでやんなかったんだ。もう野党は往生際が悪いね。どうせ勝つの力で決まるんだから、選挙で勝つ以外ないじゃないかみたいな、その多数決の論理みたいなところに持っていかれてどうすんだってことですよ。後々みんなの首が締まるような入管法、外国人をより安い外国人を大量にこの国に入れようとして、この国の労働環境も外国人の労働環境もむちゃくちゃになって、これいがみ合いになって分断が生まれるようなね、とんでもない法案去年通ってて、どうして国会1日も延長せずに通ってんですかって。体張って戦うっていう姿勢ではないですよね。じゃあそういう時には曲がり間違っても徹底的に戦うみたいな嘘をやめてもらっていいですかっていう話ですね。だからそういう集団を作っていくしかないんですよ。目覚まさせるんですよ、みんなで。嫌なこと言うんですよ。そんな役割したい人いないでしょ。だから私に先頭立たせてくださいって言ってんです。その数を増やしてくださいって。一人でもめんどくさいんですよ。私が牛歩するの嫌がんの、与党側だけじゃなくて野党側も嫌がんですよ。嫌がるんですよ。だってね、徹底的に戦うっていうことを一人でやられたら嫌じゃないですかね。めんどくさい存在なんですよ、どちらにとっても。だから嫌われてますよ。じゃあその人数を増やす方がもっと緊張感が生まれて面白くなるねってことなんですよ。国会が面白くなればどうなるかって言ったら、注目する人が増えるでしょって。ってなったら政治が今どういう状況になってるか、しかもこれはみんなでコントロールできるんだってことを一人一人がもっと広げていくことによって、これ本当にコントロールできるようにしていかなきゃまずいんですよって。座して死を待つってこのことですよって。今のまま国会の中でお任せね、議会の中でお任せねって、お任せにしてきた結果どうなったっつったら、搾取され続けてきただけじゃないかって、奪われ続けてきただけじゃないかみんながってことですよ。信じた、それが間違いやって、痛みを伴う改革、じゃあこの後にはきっといいことがあるんだろうって信じた結果どうなったかっつったら、痛み伴ってもさらなる痛みが続くだけだったじゃないかって。この先もそうですよ。子供の7人に1人貧困、異常じゃないですか。20歳から64歳まで1人暮らし女性、3人に1人が貧困、高齢者5人に1人が貧困、生活苦しいって言ってる人たち、厚生労働省の調査で 56% を超えて、シングルマザー 82% 生活苦しい。壊れますよ、時間の問題ですよ。壊していいんですかって。みんな同じ船乗ってんですよって。一部の人たちだけ勝ち続けるっていうことでもう受け入れますか、この国を。このまま何もなかったなっていうようなことで、あなたの何年先も考えずにこのままだったらいいのにってなんとなく毎日過ごすだけで、その先が担保されるわけじゃないってことなんですよ。あなたがコントロールしないと誰がコントロールするんですか。この国の経営者はあなたなんですよ。この国のオーナーあなたなんですよって。それをもう一回みんなでシェアしましょうよって。3割の人間、3割の得票によって今の政治ができてんですよ。3割だけで自民党が主権、あ、政権握ってんですよ。だとしたら投票に行ってない4割が薄くつながるだけで、消費税だってやめられますよ。だってマレーシアやめたじゃないですか。マレーシアにできて日本ができない理由は何？マレーシアは民意が高くて日本は奴隷労働者みたいな扱いになってるからって話ですか。とんでもない。一人一人自信を奪われて、あなたには何もできないってことにされてる。
あなたに何ができるんですか、あなた頑張ってないじゃない、努力してるんですかみたいな空気の中で、地獄みたいな中で生きてるだけで地獄みたいな世の中をこの先もずっと続けて、その先の子供たちにもそれを強要するんですかって。社会がそんな空気だったらこの先ずっとそうなっていきますよ。今変えなきゃいけないだろうって、その先頭に立ちたいんですよ私。じゃなかったら芸能界で生きてますよ。芸能界に生きてた方がどれだけ楽か。芸能界で生きてられない理由何か分かります？スポンサーに対して唾吐くことですよ。原子力いらないっつったら東電も敵に回し、関電も敵に回しって。テレビ局は絶対にいじりたくないですよ私のことなんて。そりゃそうでしょって。何千億円何百億円っていう広告宣伝費をくれるような人間たちの商売道具に対して唾吐くような人間、どうしてわざわざテレビに出すんですかって。仕事を失うの当然、それ以外にも社会問題一心投げたら全て企業につながっていくじゃないですか。テレビ新聞本当のこと言うと思いますか。商業主義にのっとってる者たちは本当のことなんて言えませんよ。だって企業側から金もらって広告のしてるんでしょって。もちろんその中でどれだけ言えるかってことを頑張り続けている現場の人たちはいるけれども、相対的に見てスポンサーからお金もらっているっていう人たちがそこまで攻め込めるはずないじゃないですか。私のスポンサー誰ですかって言ったら国民の皆さんですよ。税金で食べさせていただいてんです。だったらどっちの側に立って仕事をやるんだって言ったら当たり前じゃないですか。あなたのためであり私のためですよ。あなたを守ることは私を守ることであり、あなたを守ることは隣のあなたを守ることになるんだってことですよ。みんなでコントロールしようよってことですよ。どこまで奪われたら声を上げるようになるんだって。でも声をすでに上げられない人たちが多いじゃないかって。長時間労働で賃金低すぎて一つの仕事じゃ食べられなくて、ダブルワークでトリプルワークで自分も壊れて子供も壊れて、むちゃくちゃな状況でこの国に未来あるのかって。未来はあるかもしれない、でもこの国に生きている人々の希望はもう残されないような将来しか見えないですよ。貯蓄ゼロだけ見せてください。最後変えられると思ってます。それは夢見すぎだって言われてもいい、私はやりたい、それに一緒にやってくれる人を募集してます。力を貸していただきたい。あなたがもう諦めてしまったという政治に私が自分一人でもやっていくという決意を固めている、そこに期待を寄せてほしい。決して信じてくれとは言わない、疑ってくれて結構だって。政治は宗教でもなければアイドルでもない、疑ってかかるのが政治。その中でもこいつだったら動いてくれるんじゃないかということで、私のお尻を叩きながらもっと国会を楽しんで政治に興味を持ってそれを動かせるという自信を取り戻してほしいんですよ。あなたに、あなたを救うのは、あなたの大切な人を救うのは、ひいてはこの国を救うのはあなた自身なんですよ。その先頭に立ってくれとは言わない、ただ全員に付与されたたった一票っていう票だけは無駄にはしないでいただきたい。できればその一票を10票や100票に開けていくことによって、あなたのコントロールが効くアイコンを政治の現場に送り込んでいただきたい。私はあなたのアイコンになりたい。あなたの声を聞かせていただきたい。あなたの動く手さ、その先になりたいんです私は。今見ていただいているのは日本銀行の調べ、これが私が国会で何度も何度もこれをテレビ中継のある時とかいろんな時に出したら政府側おそらく動いたかもしれません。日本銀行の調べでこれまで連続した調査だったのに、その翌年から調査方法を変えて連続して比較できない状況にされてしまった。まあそんなことはよくあることですね。でこれ何かっていうと、一人暮らしの貯蓄ゼロ、一人暮らしで貯蓄ゼロがどれぐらいいるか、年齢別で銀行にお金が入っていたとしても貯蓄ゼロってカウントされる人もいます。20歳代貯蓄ゼロ 61%、 30歳代 40.4%、 40歳代 45.9%、 50歳代 43%。 どうですか、終わってますよはっきり言って。でも終わらせられない、当たり前だって、この人たちも生きていかなきゃなんないからってことですね。でじゃあこの大きな問題何があるか、2つ。1つ、少子化は加速する以外ない。少子化は加速する以外ない。だって一人生きるだけで精一杯やん。ここに対してどうして手厚くしてこなかったんだって言ったら、さっき話した通りですよ。これ年金の問題にもつながっていきますよ。付加方式、要は今の高齢者を現役世代がこれ支えていくっていう方式をやってきたわけでしょ。にもかかわらず人口減が少子化が加速するようなことをやってきたっておかしくないですか。
矛盾してますよね。全く計画性がない。この国を持続可能な形で継続するということを考えずに政治に加担してきた人間が今もまだ国会の場にいるなんておかしくないですか。これだけ20年のデフレで人々を貧しくしていた、貧しくしてきた上に年金制度、これを持続可能もの、可能なものにするためには少子化対策もしっかりやってこなきゃ、これ辻褄合わないですよ。当たり前じゃないですか。それさえもやってこなかった、責任ある政治をやってこなかった、その付け回しが今来てるって話ですよ。全員責任取ってクビにしたいですよ、はっきり言ってね。話戻ります。2つ問題がある。1つは少子化加速するしかない。もう1つ、若年から中年にわたってこれ高齢化しますよ。高齢化する、その時どうしますか。資産ゼロですよ。死ぬしかないんです、はっきり言います。このままいったら野垂れ死にしかない。国が責任取るわけないでしょ。生活保護で救えるか、救えない。今でさえ生活保護水際作戦とかで受けさせないようにしてんですよ。それによって自殺した人もいるし、それによって餓死した人もいるぐらい、今でさえそうなのに、この先こんな状況になった時国が救うと思う？救うはずもない、救う気もない。その時には今政治にいる場の人間はほぼいない。あまりにも無責任。誰のことを考えて政治してるかって、それ皆さんの方なんて悪いけど見てない、見てない。みんなのことコストにしか見てない。こんな政治だったら壊れるに決まってるやんってことです。じゃあ何をすべきかって言ったら、今国がこの人たちだけじゃなくそれ以外の人たちにも底上げをして、どんな状況になったとしても自分たちの生活を普通に送れて、ある程度自分たちもね、貯金できてるような余裕がある状況を生み出すぐらいにまで国が投資しないとダメなんですよ。20年のデフレで奪い続けてきたことがここにつながってんですから、今やらなくていつやるんですかってことです。それをやらせていただきたい。本当に言いたいことはいっぱいありますが、2時間以上喋ったんでそろそろ終わりにしなければなりません。すいません、帰りの新幹線の時間もあるので、とにかくつながらせてください。横に広げていただきたいんです。政治は信じなくていい。政治は信じるものじゃない。疑っていただいて結構。でもあなたのために全力でやると約束しているものです。本当に叱咤激励していただきながら一緒に広げていただいて、そしてあなたがしっかりと私のことも含め政治を監視した上でお尻を叩き続けていただきたい。この国のオーナーはあなたであり、この国の株主はあなた。あなたは自信を奪われすぎていませんか。とんでもない。あなたにはこの国を変える力がある。あなたがいなきゃ始まらない。だから一緒にやりたいんです。力貸してください。ありがとうございました。山本太郎です。ありがとうございました。